はい、皆さんこんにちは、こんの音です。よいしょ、今日もね添削やっていくんですけど、よいしょ、ちょっと やっていく前にいつものやつなんですけど、体が痛い。よいしょ、ちょっと待ってね。添削の、まあ、希望者というかね、そのプランに入っていただいてる方で、今日イラストを見てっていう人は Twitter の DM か Pixiv の DM の方に送っておいていただければなと思います。今日はね、ちょっと前回頑張ったからっていうのもあるんですけど、割と余裕がありそうな感じ。よいしょ。よいしょ。はあ。なんか最近ずっとさ、首肩周り痛いんだけど。もう体ボドボドなんですけど、よいしょ。右手は大丈夫なんだけど、なんか左腕痛いんだよね。こんの音です、ピンポイント添削について質問ですが、イロラフのような途中経過でもピンポイント添削お願いしても大丈夫ですか？はい、大丈夫です。まあその場合はなんかあれだけどね、やっぱ完成してるものと比べるとどうしても抽象的になりがちではあるんですけど、それでも全然問題ないですよ。はい、こんの音です。前回が10人ぐらい頑張ったんですよね、確か。もうこのワンポイント添削もね、よいしょ、2回目を終え、3回目なんですけど、過去2回の時点までで17人の方のイラストをね添削させていただいてます。ありがとうございます。なんかね、やっぱなんでしょうね、一枚一枚すごいがっつりやる添削っていうのはそれはそれでなんか得るものあると思うんですけど、なんか自分のイラストのワンポイントまずここだけっていうのを集中してやれるタイプのワンポイント添削っていうのも結構みんなの、なんだろう、なんかこう気軽にお願いしやすいのかなっていうのがあって、まあ、僕個人としてもね結構面白いなと思いながらやってるんですけど、ちなみにね今日は今現在の段階だと3名なのですぐ終わりそう。よいしょ。よし、やっていきましょう。ライトさん、今日はライトさんのイラストからやっていきたいと思います。よいしょ。はい、ではね今回もやっていきましょう。ということで、まずね今日のトップバッターの
イラストの制作者さんはライトさんですね。これで、2回目のワンポイント添削になります。タイトル、絵柄を自分の中に浸透させる、まあ、タイトルというか目標かな、これは、制作ツールクリップスタジオペイント、制作時間4日間、かっこ作業時間は12時間前後、特に見てもらいたい点、上手くなりたい点など、前回の反省点も生かしつつ、完コピまではいかないまでもフォロワークラスになりたい、コメント目標など、ツイッターちょっと増えました、感謝です、おめでとうございます。で、目標にしている作家さんは、まあ、絵柄からもね、わかると思うんですけど、イクシー先生ですね。よいしょ。はい、というね、ことなんですけど、まあ、やっぱりよく観察してるなっていうのが伝わってきますよね。なんか、あの先生の絵柄をこう結構参考にしてるんだなっていうのがわかるイラストって、まあ、人によってはね、なんかそういうのをなんか絵柄パクリやがってみたいに思っちゃう人もいるかもしれないんですけど、ちょっと上達の上ではね、BGM でかいな、よいしょ、上達の上ではやっぱりその模倣って大事なことなので全然いいんじゃないかなと思います。で、そこから絵柄とかね、そういうのがこうある程度安定してきて、ね、いろいろなキャラクターとか描けるようになってきたら、次はね、自分の絵柄みたいなものをそこから見つけていければいいんじゃないかなと思います。じゃあまずはね、いつも通り赤ペンを入れつつ、まあ、でもね、本当にやっぱよく見てるなと思います。よく見て描けています。いいですね。なんかやっぱりその影のつけ方とかね、色の選び方とか、そういうのってすごく大事なことで、でイラスト描く上でね、カラーイラストってよく描くと思うんですけど、なんかそういうので特に色を選ぶのってすごく難しいと思うんですけど、まさにそういうところ、色選びとかをこそなんか上手い人の色の選び方っていうのをよく参考にするっていうのは大事なことなので、いいんじゃないかなと思います。で、まあいいところもそういう感じでいっぱいにあって、よく見てね、観察してかけてますとは思うんですが、ちょっと待って、なんか色が、よし、このぐらいの若さにしようなんですが、ちょっとまだね、やっぱりこう追い切れてない部分があるのかなという部分としては、ちょっと平面的なんですよね。まあ例えばこの辺とかね、ちょっと平面的ですよね、この胸の影とか。少し平面的。これさ、やっぱり服のちょっとまあシワのできにくいタイプのね、なんか舞台衣装みたいな感じだから、多分こういう風にパッキリした塗り分けにしてるんですけど、なんかこういうアニメ塗りみたいなね、形で塗る以上はもう少しその影の形とかに気を使ってあげられるといいんじゃないかなと思います。で、あとはですね、目線かな、目線、目線、視線、なんかいろいろ混ざったな今、視線がちょっと定まってない感じがしますね。ちょっとね、この引いてみた時に気持ちいい画面の上向いてるの分かりますか、これ。はい、この音です。そう、これがねちょっと気になりますね。あとはまあ絵柄の部分の話をするのであれば、ちょっとハイライト、髪のこのねハイライトの入れ方が
少し他と比べると他の部分ね部分と比べてちょっとアンバランスな感じがしますね。なんかそのくっきり塗り分けるんじゃなくてちょっと微妙にこうぼかしが入ってたりとか、あとやっぱ元というかね、そのイクシー先生のハイライトの入れ方とか見るとわかると思うんですけど、結構くっきりなんかこういう不安定な形ってあんまり多くなくって、もちろん全くないわけではないんですけど、なんかもうちょっとあの整えた感じっていうのかな、まあ、一応ぼかしを全く使ってないわけではないんですが、そういう絵もあるんですけど、そういう場合はね、もっと幅、ハイライトの幅を広げてあげて、なんかなんだろうな、存在感みたいなのをしっかり出してあげる。でこれ細いハイライトでぼかしちゃうと何がダメっていう話なんですけど、ダメかダメじゃないかで言うとダメではないです。ただ細かいものの輪郭をぼかすっていうことは余計に見る人に伝わりにくくなっちゃうんですよ。でも大きければ、形が大きければ、ある程度そういうぼかしが入ってても馴染みやすいんですよね。なのでもしぼかしを入れるハイライトなんだったらもっと大きく描いてあげるべきだし、このサイズのこの幅のエンジェルリングにするのであればぼかしは入れない方がいいですね。はい、まあ、ちょっとそのハイバーちょっとなんかおかしいな、ハイライトの部分がね少しそういう印象を受けます、まあ、あとはあれかな、ちょっとなんだっけ、三つ編みの形状とかが怪しいかな。三つ編みってね難しいんだけど、なんかこう今の状態の形だとなんかこういう風に見えるんですよね。一応まあこれも三つ編みかと言われれば三つ編みではあるんですけど、もうちょっとなんかずらしみたいなのが入ってくるとよりいいかなっていう気がしますね。だからやっぱね形状の問題かな。よいしょ。難しいな。なんかねちょっとハート型みたいなのを意識してあげるとねぽく見えると思います。まあこれもデフォルメの一つではあるんですけど、なんかねちょっと形が均一すぎるんだよね。まあ確かに三つ編みって割と均一っぽい形に見えるかもしれないけど、この上の部分と下の部分のこのすぼみ方っていうのかなってやっぱりちょっと差があるんだよね。それをね意識してあげるといいのかなと思います。で、まあ、あとはあれだね、ちょっと左右の目の大きさのバランスがこの角度だったら多分両目とも同じぐらいのサイズ感でいいんだけど、画面左側の目が少し小さいですね。というわけでね、今いろいろ今回ねなんか余裕がありそうなのでのんびりいろいろ指摘したんですけど、実際にね手を入れていってみましょう。はい、まあ、まずねいつものやつからやっていきましょう。で視線だよね、結構視線苦手っていう人多いと思うんだけど、そういうなんかどういうバランスにするかみたいな、わかんない時はやっぱり何を伝えたいのかだよね。なんかどこか遠くを見てるんだったら遠くを見ているっていうシチュエーションが伝わる絵にしてあげないとなんか違和感出ちゃうし、
そうじゃないんだったらやっぱカメラに向けてあげるのが一番いいんじゃないかなと思います。うん、でも形に関してはそんなに悪くないと思うので、なんだろう、すごい上向いて見えるんだよね多分ね。この下の下まつげとこの瞳の間に白目があるじゃないですか、こう三白眼気味というか。でさらにちょっと上向きなんですよね顔が。だからね、そういう風に見えるんだと思うんですけど、そういう時はちょっとね、目のパーツの位置自体を気持ち下に下げてあげればいいかなっていう気がします。うん少し自然になったかな。うんち肩の羽がすごい硬そうな感じなので、ちょっとだけしならせてあげた方がこういう大きいパーツは見栄えがする気がしますねいやでもうまいと思います、すごく。やっぱね、観察力がちゃんとあるなーっていう気がするんですよね。でハイライトの部分の話なんですけど、やるんだったらまあもうこういうねくっきりしたラインにしてあげた方がいいんじゃないかなと思います。なんかさ、他の部分ってさ、ぼかし全然使ってないじゃん。なのにこのハイライトだけやっぱぼかしてるのがね、なんか絵柄が違うように見えちゃうんだよね。やっぱこういう塗りのなんか同じタイプでちゃんと統一してますみたいな感じを出してあげるのは結構大事。なんか垢抜けないなとか、なかなかこういい感じに絵が仕上がらないとか描けないっていう人のイラスト見ると、だいたいね、服、肌、髪のね塗りがねキメラなんだよね。どういうことかっていうと、技術がないわけじゃなくて、いろんな人のいいところをこう混ぜ合わせた結果、本当にただそのいろんな人のいいところをくっつけただけになっちゃうみたいな。でもそれって他の部分、例えばね、髪の毛いい感じの人から持ってきて、で肌はじゃあこの人にしてっていう風にやっちゃうと、違う塗りと違う塗りが同じイラストの上に乗っちゃうことになるんだよ。そうすると何が起こるかっていうと、なんか方向性の違う塗りとかタッチみたいなのが、その1枚の絵の中で、でしかもさ、それを合わせる技術っていうのがさ、自分にあるんだったらいいんだけど、まあ、残念ながら大体の人はないわけだよね。まあ、むしろそういうのをその探してね、頑張ってる結果、いろんな人のいいところを盗もうみたいになるんだと思うんだけど、でもそれがね、逆にこうクオリティっていうののアンバランスさというかをちょっと生み出しちゃってる原因になってるかなっていう話で、これどうなんだろうな。なんかね、下まつげがね気になるんですよね。これはあれかな、目を大きくして、うん、なんかこうの方がいい気がする。うん、なんかこの方が自然な気がしますね。ちょっと見比べてみようか。なんかこのなんだろうな、顔の向き的にあんまり目の大きさとかにパースかけなくていいような気がするのと、
ちょっと鼻こっち、うん、眉毛ね結構ちゃんと描いてあげた方がいいかも。うん、なんかこの方が表情伝わりやすい気がしますね。はーい、というわけでね、こんな感じで直してみましたが、ちょっと見比べてみましょうか。はい、というわけでね、こんな感じでやってみました。ちょっとね、あの髪の毛の部分は直してないんだけど、まあ多分自分で直せると思うのと、形のね話は多分自分の手でやるのが一番身につくと思うので、とりあえず顔のバランスのところ、特に絵柄の部分で今回一番気になった部分なのでやってみましたが、クラクションが聞こえた？マジ？僕には聞こえなかったんだけど。で、あとやっぱり、まあ、なんだろうな、この、もともとの、ね、あの、右の絵がもともとの絵なんですけど、今回僕がちょっと手入れたイラストの方が、多分、イクシー先生のイラストっぽさ、強くなったと思うんですよね。でもこれって僕がなんかパーツ書き加えたとかっていうよりは、そのパーツのサイズの、位置とかそういうのを調整してあげただけだから、もともとの絵柄はね、ライトさんが描いたものなんですよね。 なのでなんかあのよく見れてはいると思うんですよね。ただあともう一歩こう観察力みたいなものが身についてくると、まあいよいよ僕がなんかこういう顔とかの手を入れなくても、おいい感じですねっていう風になるんじゃないかなと、そんな気がします。それぐらいね、あの観察力はあると思いますよ。はい、なのでね、あの自信持ってやってもらえたらいいんじゃないかなと思います。はい、というわけでね、1人目はライトさんのイラストでした。ではね、次行きましょう。よいしょ、ちょっと待ってね。ファイル別名で保存。ほい。いえいえ。なんかすごい前回も上手だったんですけど、今回もその細かいところとかもすごくよく描けてるんで。本当になんかまあワンポイント ここかなーっていうところをね、ご指摘したところだけできるようになっていくと、多分すぐ上手くなっちゃうというかね、レベルアップしちゃうと思います。はい、というわけでね、じゃあ続いていきましょう。はい、次のイラストは、作者さんは生焼けさん、タイトルは乾どんどん好きになる、かっこ乾とこさん、二次三次の子ですね、制作ツールクリップスタジオペイントプロ、制作時間15時間ほど、特に見てもらいたい点、上手くなりたい点など、今回の絵は髪の毛の塗りにかなり力を入れました。特に見ていただきたい点としては、顔のパーツのサイズ比率と輪郭の違和感です。それ以外にも気になった点があればビシバシ言っていただけると嬉しいです。コメント目標など、目標はフォロワー4桁に到達することと依頼を受け始めることです、ということでね、見ていきましょう。うまいですよね。うん、いや、めちゃくちゃ上手だと思います。じゃあまず赤ペンを入れていくところからやっていきましょう。ちょっと待ってね、よいしょ。はーい。なんか書き込みとかすごい丁寧でいいなと思います。
いいですね。で今回ね、その髪の毛頑張りましたっていうことなんですけど、まあそうですね、髪の毛のこのタッチとかね、すごい髪の毛もいい感じじゃないかなと、まあ、髪の毛の部分だけを見ればという話になっちゃうんですけど、まあこの後やりますね。髪の毛もいい感じだと思います。はい。で僕ね、この絵パッと見た時にね、すごいいいなと思った。目が綺麗ですね。目がめちゃくちゃいい感じ。目が特にいいです。この綺麗な塗りはね、このまんま、この、ね、キラキラした塗りはこのままやってってもらったらいいのかなと思うんですが、じゃあちょっとね、やっていきましょう。まあ、まずこの絵を見た時に指摘するべきかなっていう点として大きいのは、ちょっと塗りの統一感がないかなと思います。まあまさにさっき言ってたとこですね。塗りの統一感、まあ、塗りの統一感って何ですかって話なんですけど、密度ですよね。まあ、密度って言っても、見せたいところはしっかり描くべきだし、そうじゃないところをあんまり描き込みすぎないっていうのは大事なんですけど、なんかそうじゃなくて、髪の毛すごいね、この影細かく入ってるじゃないですか、ね、この塗りが。ここはすごい細かいんですよ。に対してここすごいボケちゃってるんですよね。わかる？この髪の毛、同じ髪の毛なのに、なんか違うものの質感になっちゃってるんだよね、ここ。でここのね、これがね、アンバランスな原因なんですよね。なんかどっちかのタッチに統一してあげた方がよくって、で揃えるんだったら上側かな。うん。やっぱりね、髪の毛ってあんまりぼかさない方がいいんですよ。ここが少しもったいないかなと思います。でまああと服の塗りとかもそうだね。服の塗りもなんでしょうね、なんかこっちはさ、こういう大きな影と、ね、ハイライトが当たってるところっていうさ、大きな、ね、分け方してると思うんだけど、この袖のところとかってさ、ちょっとなんかすごい、わかる？こっち側とさ、こっち側で塗り違うじゃん、タッチが。これ別の絵のタッチになっちゃってるんだよね。わかるかな？すごい細かい、なんか水彩っぽい伸ばし方をしてるのと、こっちは一方ベタで塗った後にこのね、境界線を少しぼかしてあげたりみたいな、なんかそういう違いがあるんですよ、これ。でこれを遠くから見てしまうと、なんかちぐはぐした感じに見えちゃうんですよね。でその塗りのなんか種類の違いっていうのが、こことこことここと、であと肌っていう、なんか全部ちぐはぐになっちゃってるんですよ。だから一箇所ずつ見るとうまいんだけど、なんか全部合わせた時になんか違和感があるっていうのを生焼けさんもコメントで送ってきてくれてるんですけど、違和感の原因は塗りのタッチが変わっちゃってるっていうところですね。うん、これは結構ねやりがちなものなんですけど、特にそのなんだろう、絵が上手くなり始めた人とか、まあ、初心者の人でもそうだし、まあプロの人でもいる。ただそのちぐはぐさが一周回って絵柄になっちゃってる人っていうのもいて、だからちぐはぐしていることが完全に悪いかと言われると、実はそうでもないよねっていう話でもあるんだけど、でもちぐはぐしているなっていう感覚があるのは確かなので、やっぱりちょっと垢抜けないよねって話になっちゃう。うん。で
なんか絵が上手いっていうか魅力的な絵を描くなっていう人はみんな例外なく絵の統一感がちゃんとある、その一枚の絵できちんと完成してるんですよ。一部分一部分が完成してるんじゃなくて全体で見た時に完成してる。だからね、生焼けさん上手いから次のステップとしてはその一枚の絵としての統一感っていう部分を目指すところかなっていう気がしますね。なんだろうな、その表現の方法としてなんかそのちぐはぐしてるものは避けてくださいっていうのって感覚的な話だから、まあなんだろうね、この髪の毛の部分のね話は分かりやすいよね。こう細かい部分となんかすごいぼかしすぎちゃってる部分とっていうのって明らかにこれ塗りのタッチ違うよねっていう話は分かりやすいと思うんだけど、ただじゃあその髪の毛と服って質感違うよねっていう話とかね、別物を塗るんだからそれは塗りのタッチ多少変わるでしょっていう話は出てくるんですよ。だからどこまでやっていいのかっていうのは結構その本当にベースになってる絵柄の違い次第なんですけど、ただ今回の絵は、まあ、少なくとも僕から見ると髪の毛とあの服とかさっきまあ丸描いてた部分あると思うんですけど、ああいう部分っていうのはやっぱりちょっと統一感ないかなっていう風に見えちゃいますね。でも逆に言うとね、あの髪の毛と目とかのこのタッチの細かさみたいな、この丁寧さみたいなのはあのこのまま活かせると思うので、うまくねやってってもらえたらいい絵になるんじゃないかなと思います。はい、まあじゃあちょっとね、あのワンポイントって言いつつもいろいろ言ったんですけど、確かにね顔部分少しね、まあ今この状態から可愛くしていくっていうので手を入れていってみようと思います。まあ、まずは歪みツールですねいつものって感じなんですけど、ちょっとね顔のパーツの位置が輪郭とかの話もそうなんですけどちょっとずれてるかなという気がします。これもね、いつもね顔に僕が当たりをね取り直したりしてると思うんですけど、ああいうのやってみてあげてください。これだけ描けてるんで多分ねすぐ上手くなるっていうか多分すぐ治ると思うんですよね。で気持ちね目を大きくしてあげたらいいと思うよ。ちょっと顔を頭部に対して目が小さかったのでうん、あとはね直樹先生の動画とかでも言われてるけど、この画面外の体のつながりみたいなのはねちゃんと意識してあげましょう。塗り方もねどっちかに、なんか色をいっぱい使うのはね全然いいんだけど、どっちかのこのタッチに合わせてあげた方がいいですね。不思議なもんだよねイラストっていうのもさ、これでなんかちょっとだけね手を入れるだけでなんか見え方みたいなのがさ変わったりするわけじゃないですか。案外悩んでることっていうのがなんかここの部分ちょっとやるだけでそんなに変わるのみたいなことって結構あるんですよ。ちゃんってイラストレーターさん、キャラクターデザイナーさん誰だったっけ、ど忘れしちゃったな。なんかすごい有名な人だったと思うんだけど、
ライトつけるんだったら、なんかこの塗りなんだったらきっちりつけてあげた方がいい気がする。変にぼかさないで。まあ、僕の添削なんでね、僕の趣味も多分に含まれてるっていう話はあるんですけど、まあでもちゃんと絵柄からこっちの方がいいんじゃないかなっていうのは理屈ありきで考えているはいるつもりなので、なんかね、どうしてもこの縁にぼかしを使いたがる症候群の人だと思うんですけど、まあ、結構多いんだけどね、あんまりね、これ髪の毛みたいな、なんかこの細かいものが密集してるものにぼかしをね、あんまり使わない方がいいですね。結構やってる人いると思うんですけど、これやっちゃうとね、立体感本当になくなっちゃうんだよね。トコちゃんの髪型って僕今手入れてるの合ってんのかな後ろ髪合ってんのかな、ちょっと待って調べるわ。はい、ついて。なんか結構癖っ気っぽい部分もあるんだな。髪の毛の立体感というか、なんか段々みたいになってる部分あるじゃないですか。こうなんかレイヤーみたいになってるところ、こういうのはね、なんかちょっと濃いめのペンとかでしっかりアウトライン取ってあげましょう。なんだろう、僕のワンポイント添削、わりかし竹花美容クリニックになってるところある気がする。で、あとここ鎖骨書いてるんですけど、ここ鎖骨見えないっす。着物の締め方の関係上、もうちょっとこの辺なんだよね、鎖骨の位置が。他のなんかアウトラインは合ってるんだけど、鎖骨の位置だけが合ってないのでちょっと消しました。はい、こんな感じで直してみました。なんかあれだね、こっちの髪の毛もっと長いね。二次創作やるときはね、やっぱりなるべく髪の毛のねバランス見てあげるといいですよ。なんか髪型って結構そのキャラの個性出る部分なんで、しっかりね、観察して真似てあげてください。で、こっちはあれだね、もうちょっとこう髪が前髪分けてるところがありますね。なんか多分パッツンのイメージが強いんだと思うんだけど、よく見るとねパッツンではないね。まあ、確かに前髪整ってる部分はあるんですけど、はい、まあ多分この方がトコちゃんっぽいんじゃないかなと思います。はい、というわけでね、ちょっと直してみました。見比べてみましょう。なんか溝落ち痛いんだけど、まあ、そんなに大きな変更ポイントはないんですけど、まあ、髪の毛とかね、ちょっとくっきり描き直しました
あとね、着物とかの塗りのここすごいちょっと細かすぎて浮いてたので、服の塗りは服の塗りに合わせてあげました。まあそうですね、なんか塗りとかね、目の塗りとか見る感じ、でも髪の毛もそうですけど上手なんで、本当にあとはなんかその二次創作であればこういうね細かい部分のデザインをより寄せてあげるというかね、髪型とかね、ちょっとやっぱ前髪もともとのデザインと比べるとちょっと違うかなって感じがするので、なんかこう大枠の形でもいいから寄せてあげるっていうのをできるようになるといいんじゃないかなと思います。結構ね、こう手前側の髪とかもうちょい多分長いんですよね。まあ二次創作をやるときはね、ぜひぜひ今言ってたみたいなね、あの髪の毛、目にかかる位置なのか、その前髪の高さとか、あの横髪、もみあげの長さとかっていうのがすごくね顔の印象に直結するので、そこら辺ね、あのチェックしてみてください。はい、というわけでね、生焼けさんのイラストの添削でした。よいしょ。はい、ではね、続いていきましょう。え、なんだ、もうこの JPEG ラージとかいう拡張子になるの何なんだ。はい、というわけでね、続いての添削はチロル猫さんのイラストですね。はい、ではね3枚目の添削いくんですけど、作者名はチロル猫さん、タイトルは飲む、制作ツールはクリスタ、制作時間は17時間、見てもらいたい点、上手くなりたい点など、塗りと前回との比較、コメント目標などラノベの仕事をしていきたいということで、今回もね前回のイラストの続きということなんで見ていきましょう。はい、まあそうだな、ちょっと待って、前回のイラスト出してみようか、どのくらい変わったかな。こっちか。これが前回かな。はい、ということでね、ちょっと前回からあんまり変わってない気がします。あの髪型とかちょっと手入れたのかなっていうのはわかるんですけど、あとあれか、頬紅のところかな。そうだね、ちょっとねやっぱりねまだ特に前回、よいしょ、ちょっと僕が前回添削したのも出してみようと思うんですけど、はい、まあこれが僕がちょっと手を入れて顔とかをね直してみたやつなんですけど、よいしょ、まあ、それと見比べてみましょうか。そうだね、やっぱりねこの髪の毛のところ、これがねなかなか直らないですね。ちょっと赤ペン入れていきましょう。そう、あの髪の毛と顔って同じパーツだと思ってください。あの髪の毛イコール顔です。だから髪の毛苦手なんだよねっていうことは顔も苦手だっていうことだと思ってください。もうそれぐらい髪の毛重要です。で、まあ何がじゃあダメなのっていう話、まあダメというかね、あの僕前回の添削でこれ、あの髪のこの横髪というかね、よいしょ、このラインこうやって流れをちゃんと作ってあげてるんですよ。わかります？これなんですけど、今回じゃあそのどうなってるかなっていう話なんですけど、なんかわかるかな、ちょっと膨らんでこういう感じでなんか不自然なんですよね。
で、別に癖のある髪の毛だったらそれはそれでいいんだけど、多分この髪の毛を描く時の考え方が、まずここからこう描きます。ね、このさ、こうはさ、綺麗に描けてるんですよ、割と。なんだけど、なんかここの髪の毛と、この A の髪の毛と B の髪の毛って別になっちゃってるんだよね。別になっちゃってるんですけど、これ髪の毛っていうものって、確かにもみあげからね、生え際ってあるんだけど、基本的にこういう長い髪の毛を描くときには、これ一連の流れっていうのをちゃんと意識してあげてください。いいですか？で、この顔のラインっていうのに、すごくこの髪の、ね、髪の毛って影響を受けるんですよ。なんか前髪は良くなったね。前髪、ここはね、良くなった。ここかな？ここだね。いつもここら辺のね、この前髪と、このもみあげ、横の髪の毛がくっつくところっていうのがね、多分苦手なんだよ。っていうのもね、いつもこうなっちゃってるんだよね。わかるかな？で、なんかこれパッと見た時にさ、ここの髪の毛の流れがさ、不自然に感じるかどうかっていうのすごい大事で、もし不自然に感じないんだったら、ちょっと一回ね、頭の形っていうのを理解し直す必要があるかなと思います。こうはね、やっぱならないんですよね。仮になったとしても、もうちょっとやっぱりボリュームを足してあげるとか、なんだろうね、ここの、目のね、色はね、すごいいいよ。前回も言ったかもしれないけど。ちょっとやっぱね、ここのね、髪の毛の形、このキャラクターの髪の毛の形が多分、ちょっと特殊なのもあるんだけど、なんかそれに引っ張られすぎちゃってるかな。ここどうしても膨らませたいみたいだね。膨らませるのはいいんだけど、膨らませるなら膨らませるで、やっぱりね、膨らむ理由がちゃんとないとダメ。ストンって落とすのが嫌なんだったら、やっぱりちょっとこう膨らむにしても、こう毛束の数をさ、なんか1本追加されただけなんだよね、前回のから比べると。で、前回は僕分かりやすく説明するためにこうやって1個だけ足したんだけど、多分大事なのはこの流れをちゃんと作ってあげるっていう部分の方なんですね。で、それがちょっとできてないので、ちょっとね、髪の毛で、ここがこうなるのであれば、このね、今僕が描いたこの形、すごい大事なんだよ。こうかな。外側のこの、わかるかな？この顔のさ、この目よりもさ、奥側 なんだろう、前髪は、ちょっと待って。前髪は、ここなんだよね。ここなんですよね。ここが前髪のパーツなんですよね。で、この赤側、赤い方は、よいしょ。赤い方ね。赤い方は、横髪なんだよね、これ。わかるかな？で、まあ反対側も当然あるわけなんだけど、こういうね、パーツが。なんですが、で、今度、後頭部ね。だから大きく、この頭部の、髪の毛を描くときに、髪の毛のパーツを分けて考えるときには、こういうふうに、前髪、横髪、後ろ髪、後ろ髪とかね、頭頂部とかっていうふうに分けて考えてあげると、その形を組みやすくなるんだけど、よいしょ。赤なくすと、ちょっとさ、この前髪のパーツとさ、この横髪のパーツ、噛み合ってないように見えませんか？まあ、じゃあちょっと分かりやすくなるように、もうちょっと説明をしていくと、これ髪の毛って基本、まあ自然な、ここ自然な流れだよね。
この僕が今赤線引いたところで、ここの毛の開き方、まずこれここまで開くのってちょっと珍しいんですよ。でもまだ許容範囲なんだよね。もしかしたらここからね、で今度こっちに毛があってこういう流れになってっていうので、まあ、もしかしたらこれ髪の毛こう斜めにカットしてるのかもしれないってなるんだけど、今度こここうやってなっちゃってね、また同じようにカットしちゃってるんだけど、これさ、こうなるとさ、今度ここの横髪がさ見えてないとおかしいぐらい剃っちゃってるんだよね、ここの毛が。わかるかなこれ。なんだけどそれがないから、なんかね、要はハゲて見えるんだよね、ここがハゲて見えるのと、頭部のその球体的な、その立体的な形っていうのがなんか伝わってきづらいのよ、すごく。だからこのね、僕が最初に描いたこの赤の髪の毛の流れっていうのを、すごく大事にしてあげてほしいんですね。だから なんで髪の毛がこういう形になるのかっていう、その理由っていうのが結構ないまま描いてるかなっていう気がします。まあ難しいんだけどね、髪の毛のこの形を描くっていうのはすごく難しいんだけど、でもなんでこうなるんだろうを意識できてないと、なんか今回みたいにちょっと髪の毛っぽくなくなっちゃうんだよね。で、例えばさ、今こっち側のさ、ここすごい膨らんでるじゃん、ここ、まあ、こっちも膨らんでるんだけどさ、こういう膨らみ方をして、でなおかつ髪の毛が今度こっちにこう横跳ねするって、なんかちょっと違和感ないですか？こうだってこうなるってことでしょ。なのにここの下の髪の毛ってなんかどこからのつながりでこう出てきたのかが、なんかつながりがわからないんだよね。そうで、髪の毛を描くときはとにかくつながり、どこからスタートしてどこに流れていくのかみたいなのを意識してあげてください。もちろんね、ちょっと特殊な髪型とかっていうのがダメってわけじゃないんだけど、今回のチロル猫さんがね描いてきてくれてるこのキャラクターの髪型に関しては、やっぱりなんかこう顎の輪郭とかの延長をしてもそうなんだけど、なんかやっぱ違和感があるんですよね。うん。でもしこのでちょっとね、毛も耳も形がちょっと二次元的で三次元的な捉え方ができてないんですね。でもしかして髪の毛を描くのがなんか割と毎回バランスが崩れ気味なんですけど、これ猫耳に引っ張られてるんじゃないかなっていう気がちょっとするんですよ。要は当たりを取ってみればわかるんだけど、まあ、じゃあ仮に顔のラインね、まあこれ僕前にも言ったけど、ここのライン隠すっていうのはよっぽど表現力ないとバランス悪く見えますよっていう。あ、ちなみにでもこれまあよく言われる話なんですけど、コスプレとかで男性の人が女装したりとかするのってあるじゃないですか。ああいう時ってなるべくここのライン隠すんですよ。なんでかっていうと、このほっぺた、顎とほっぺたのこの頬のつながるエラの部分のラインって男性と女性で輪郭全然違うんですよ。だから男性が男性感を隠そうと思ったり、まあ女性らしさっていうのを表現する方法としては、この顎輪郭とこの髪の毛のラインっていうのを合わせてあげるっていうね、技を使うといいんですけど、まあそれはね今回の絵には関係ないんですけど、なんかね顔が男っぽくなっちゃいますみたいなね人は顎の輪郭意識してみてください。でこれ出てる部分からこう延長して描くとこうなるはずなんですよね。でそうすると横の髪の毛のボリューム、これ足りてないの分かります？これね、
毛も耳の位置がねちょっとおかしいんだよね若干。なんか多分猫耳ってこういう三角だよねっていうイメージが多分強いんだけど、もうちょっとねこうだと思うんですよね実際には。うん、もっとここ寝ててもいいかもしれない。で髪の毛を描く上に毛も耳を描くっていうのってすごい難しいんだよ。だから毛も耳好きな人多いと思うけど、毛も耳描くの難しいなって絶対一度は思ったことあると思うんだよ。よいしょ、ちょっと待って、よいしょ。だからね、なんかまず顔周りのその情報量の出し方とか、あでもね、そう前回言った部分でねちゃんと書き入れてていいなって思ったのはこのパーカーの肩口のところはいいなと思います。うん、絵全体の話ね。だねやっぱりね髪の毛かなまずは。今回のワンポイントでいろいろ言ったんだけど、そうだね、髪の毛の特に前髪ともみあげのつながりの部分とか毛先の形かな。まあ本当に今回この僕が赤で入れたこの線、前髪と前髪プラス横髪の流れ、これに違和感がないかどうかをね一箇所ずつチェックしてもらいたいかな。うん、で毛も耳があってそのチェックがしづらいっていうのであれば毛も耳一旦なしで書いてみて、あの毛も耳後でつけられるからイラストで書くとき。逆に言ってしまうと毛も耳をつけないと成立しない頭部の形ってありえないんだよ。それは絵の立体感がおかしなことになっちゃってるんだよね。まあ、なのでねこの髪の流れかな。あとね、まあ、もう一箇所この髪の毛の部分以外で言うと、結構さこうダボダボ感を出したりとかするときにチロル猫さんよくやっちゃってるんだけど、ここ分かってないよね、このこういう部分。要は布とか布のたわみ、これ分かんない時にあのねチロル猫さんの癖をね僕ねもう何回も添削してるからもうだいぶ分かってきてるんだけど、分かんない部分をねなんかねちょっとこうウニョーンってやりがちな、こういうねなんかちょっと自信なさげなラインが多いんだよ。でも逆にさ胸とかはさ形分かりやすいからしっかり描けてんのよ。わかる、この線の自信の差、これね分かんない部分はちゃんとねモデルをもうなぞるじゃないけど、まあ、例えばさチロル猫さんがさ目標にしてる作家さんいらっしゃるわけじゃないですか。あの先生のイラストとか、まあ例えばちょっとなんだっけ名前忘れちゃったな、あの人の絵とかを、まあ、ちょっと僕名前出していいのかどうか分かんないから出さないけど見るとやっぱ布のなんかシワの付け方とかそのアウトラインの描き方とかちょっと違うと思うんだよね。でなんかね直線を描くわけではないんだよ、もちろんシワだからね直線を描くわけではないんだけど、でもなんかこの蛇行したなんか蛇行させないって結構大事なんだよ。字がわからん、蛇ってどういう字だど忘れしちゃったなって、そんなことある、蛇惜しい、これがなかった、なんかそれっぽく蛇行させない。なんでかっていうと蛇行って立体感じゃないんだよこれ。なんかこう
これをね、結構やりがちだなと思います。立体感わからんところ蛇行させとこみたいなのがね、ちょっと伝わってきちゃいますね。であとはね、なんかこう先入観で書いてるかなっていう部分もある。ここさ、すごい肩膨らんでてさ、でね、腕曲げてるから、肘曲げてるから、まあここ膨らむよねっていう感じで書いてるんだけど、あの膨らむのもうちょい下だね。いや、まあここもね膨らませてもいいんだけど、こういう袖の形にはなりえないんだよね。なるとしたらこうつながりがちゃんと、まあ僕が今赤入れしてると思うんだけど、こういうね形になるはずなんですよ。こういうまあトレーナー地というかね、わかるかな。なんかね細かいシワをね書こうとしすぎてるかな。うん、服の理解度をね少し上げていけると、ここら辺のね影の塗り方とかっていうのもそうなんだけど、そもそものこのアウトラインというか形が取れるようになっていくのかなという気がしますね。まあ、このねなんかあれだよね、パーカー好きだよね。でパーカー好きなんだったら、やっぱりもうちょっとそのパーカーの絵を描いてる人のパーカーの描写の仕方みたいなのを真似てみるっていうのね大事だと思いますよ。なんかすごい、なんだろう、腰とこの付き方に違和感がある。うん、であと顎先、これまあこれペンの話なんだけど、これ顎先線細すぎだね。これ線画の強弱の話、あの顎先は太くなるよ基本的に。ここ細くなるんだとしたらこのラインだね、この今僕がバッテンつけたところ、ここの方が細くなるね。その方があの顔の立体感出せると思うんで、ちょっとやってみてください。ワンポイントって言いながらスリーポイントぐらいやった気がする。はーい、まあねちょっといろいろ話長くなったんですけど、実際にやってみましょうか。髪の毛はね本当にこれをこうやるだけでだいぶ良くなると思う。だから僕前回さそうやってなかったっけ。微妙にちょっと歪んじゃってるんだな。で横の髪の毛のボリュームをもうちょっと持たせてあげましょう。髪の毛は柔らかくね、なんかこのチクチク尖った感じってやっぱりね髪の毛としては結構違和感のある形になりがちなんですよ。柔らかく柔らかく、なんとねこの弧を描いてるかどうかっていうのをねチェックしてもろて、あとね眉毛の塗りがよく抜けてるんで、ちゃんと塗ってあげてください。こうの方がね多分可愛いんじゃない。輪郭出してあげよう。で顎先はねちょっと線が強めに、ね、線画の強弱の入れ方ってなんか
結構難しいは難しいよね。でもよく話してるけど、線画って影なんだよ。一番濃い影なんだよね、輪郭線っていうのはさ。それをさ考えたら割とつかめる人は、ああなるほどそういうことかって思うかもしれないですね。顔大事なんでね、本当に難しいけど、今日言ったことをね、もうあの耳に穴ができるぐらい、なんかノイローゼになるぐらい聞いてください。変わらずちょっと目のあれが治ってないので、方向が。なんかどうしてもカップの方に視線がいってるっていうのが気になりますね。まあ何かこだわりがあるんだったら全然いいんだけど、ただやっぱね、伝わんないもの、その絵ってさ、まあ、これも最近よく話す話なんだけど、絵って伝達手段だよねって話で、まあ、自分の好きなものを描くっていうのが目標で、でそれが描けてるっていうんだったら全然いいんだけど、やっぱ人に見てもらう、伝えたいみたいな部分があると思うんだよね。特に僕の添削受けてくれてる人たちっていうのは、やっぱね、伝わらないものってうまく表現できてないってことなんだよね、要するに。それはね、まず認めた方がいい。だけど絶望する必要はなくって、今できてないだけだから、これからできるようになればいいよねって話。できないことはね、できないって気づ、できてないって気づけたならできるようになるはずなんよ。影ちょっと濃いかな。もうちょっとね、このここのアドバイスしたところを微妙にやってきたんだなって思うけど、もうちょいねつけてもいいよ。ここの明るくするの、あのこれもそうで、あのパッと見た時にもちろんね、そういう印象がないんだよね。これグラでかけてんなっていう印象がこの距離だともうないんだよ。ないっていうのはやってないのと一緒なんだよね。だからもうちょっと強くつけてあげて全然 OK で、強い分にはね、不透明度いじるとかで薄くしてあげたりすればいいから、ビビんないでやった方がいいよ。なんか思いっきり変えて失敗する方が軌道修正しやすい。なんかちょっとずつちょっとずつなんかこう変えていくよりも、実はその方が成長速度としては早いよ。多分ね、チロル猫さんに今足りないのはね、思い切りの良さだと思う。なんかやっぱりね、まだ前までの描き方にとらわれすぎちゃってる部分がある。まあそりゃ毎日一枚同じ描き方で完成させ続けてたからね、引っ張られるのはそれはそうって感じなんだけど、まあでもそうだな、この僕が今出したこの顔の形というか全体的なバランスぐらいを出せるようになってくると、次のステップいけるかなって感じだね。ほらこれ結構違うの分かる、顔の表情とか。ね、このステップまでちょっと頑張ろう。はーい、というわけでね、ちょっと時間だいぶ長く取っちゃったんですけど、チロル猫さんのね、ワンポイント添削でした。ワンポイントか。ワンポイントだったか。
いやマジでねすごいことだよ。あのイラスト1枚描くだけでも十分すごいんだけど、よいしょ、それを毎日ってね相当だよ。だからそこはねすごいんだっていうね自覚を持っていいと思う。まあ、ただじゃあ技術的な部分の話っていうのになると、やるべきことっていうのはいろいろありますよねっていう、そういう話ですね。はい、じゃあちょっと次の方のね、だいぶお待たせしちゃったんですけどやっていきましょう。まあなんかね、頑張るっていうのもそうなんだけど、あれだと思うよ。なんか今日僕がさ、この直したやつ、あの完全にトレスしてみ。あの一回あのなぞって書いてごらん。そうするとなんか今まで自分で書いてたのと、あ、形違うんだなってわかると思うんだよね。うん、まあ目を育てるのはね大事なんだけど、目だけじゃ結構ダメなんだよね。よいしょ。はい、じゃあね次の方のイラスト添削いきましょう。ちょっと待って、はい。というわけでね、続いて、ちょっと待ってね、オッケー。はい、本日ね4人目の方の添削の方行こうと思います。作者はモコモコのお布団さん。名前が名前がなんかモコモコのお布団さん、よくコメントしてくれるんですけど、吸い込まれていきそうなお名前ですね。でタイトルがイコ、制作ツールクリスタ、制作時間30時間程度。特に見てもらいたいポイント、書いたのはパレットプロジェクトという VTuber グループに所属する暁クララさんです。彼女はグループの中でもシティポップをメインとする星をモチーフとしたユニットに属しているので、一瞬夜空、星空へ飛び出すような絵を描きました。ラフ時点ではキャラを中央に置いて手を差し伸べるような絵だったのですが、年末のライブのタイトルが、Sing with you だったこともあり、一緒に前に進んでいこうとするような絵に変更しました。そのため手や下半身は止まっているのに、上半身は前に向かっているようなちぐはぐな絵になってしまったように思います。竹原先生であればどのように表現しますでしょうか。また細かい部分ですが、つむじが前すぎ&ヘアバンドが頭の形に沿っていないので、途中でデッサンを取り直すべきだと思っています。目標、描きたい絵を描けるようになるということでね、早速見ていきましょう。んー、なんかでも別にそんな言うほどちぐはぐは感じないですけどね。とかなんか少なくともあのモコモコのお布団さんが言ってる部分にちぐはぐは感じないかなと思います。まあ、ただもちろんあのなんだろうな、ここを直した方がいいかなみたいなポイントとかはあるので、まあ、まず赤ペンでねいいとことか直した方がいいところとか両方見ていこうと思うんですけど、まず空綺麗に描けてるんじゃないかなと思います。夜空ね。で、なんかね、ちょっと逆光気味な感じとか、この下に街がある感じとかね、なんか雰囲気もおしゃれなんじゃないかなと思います。雰囲気。なぜか、変換に出てこない。キャラクターもね可愛く描けてるんじゃないかなと。可愛く描けています。
はい。なんかね、そういう広がりを感じる絵ではあるんですが、まあちょっといろいろ見ていこうと思いますが、まずね、問題点1としてなんですけど、ここですね、ここがおかしいですね。多分違和感感じてる部分って、つむじがどうとか、なんかその駆け出してるようなポーズなのに、なんかね、体とその手のなんか方向みたいなのが違うように感じるって言ってたんですけど、これ実は原因肩ですね。まあ肩というか二の腕部分ですね。なんでかっていうの分かるかなっていう話なんですけど、これね、つながりがないんですよ。つながりがあり、だめだ、ボケてるぞ。つながりがなくなっちゃってる。これこの角度だったら腕見えてないとおかしいんですよね。わかるかな。今ちょっと僕がなんかね、こんな雑ではあるけど、なんかちょっとそれっぽい腕のラインっぽいもの書いただけで、なんか若干違和感なくなったと思うんですよ。これ肘とか二の腕とか前腕とかがどっか行っちゃってるんですよね。だからなんかそういう違和感、なんか変な感じがするっていうのになっちゃってたっていう話です、これ。でもっと動きをつけるのであれば、これ顔こうやってるじゃないですか。これね、もっとね、こうの方が空の広さ感じると思います。顔のパーツとかをもう全部こう、これね、下から見上げてるような視線を意識してあげると分かりやすいんですけど、なんかこっちにも行こうよみたいなね、もっとこっち側行こうぜみたいな感じの角度にしてあげた方がよくて、で体はね、その角度になってるんですよ、これ。体は僕が今言ってる角度になってるんですよね。ただ顔がそうなってないのと、まあ、多分方向転換したからっていうのがあるんだと思うんですけど、とあと腕、ここのつながりが見えてないっていうのの、なんか合わせ技で多分チグハグな感じがするっていう印象になっちゃってるんだと思います。これね、なんでしょうね、部分部分で見るとすごく上手なんですよ。だからね、まあ今言ったようなこういう角度で書き直してみたら多分いい感じに書けると思うし、なんかそんなに、なんだろう、デッサン、まあデッサン部分で言うとこの肩の部分くらいで、さっき言ってたなんかこうちぐはぐな絵っていうほどはちぐはぐではないかなと思います。これさ、空じゃん。なんだけど、これ顔の角度だけさ、水平というか、なんかすごいさ、地面に対して、これ地面に対してさ、対して、て手に見えるな。対して、なんか、水平。水平の字ってこれで合ってんのか、合ってるか。なんだけど、このさ、体のさ、見え方ってさ、ちょっとさ、ここはさ、下から見上げてる感じなんだよね。なんか字が合体してるように見える。下から見上げている。なんかね、角度がやっぱりちょっとちぐはぐなのはね、あって、
ただこういう角度がないかって言われるとあるから別にダメじゃないんですよ。じゃあなんでそれがちぐはぐに感じているのかと言われると、あの背景なんですよね。これ背景、これ下に建物があって、よいしょ、建物があるってことは、これ多分さ丘の上とかなのか、あるいは視線をちょっと下から上、空を見てる感じになるんだと思うんですよ。っていう風に考えると、これだいぶ夜空見えてるじゃないですか、この画面の占有率的に。ってことは結構見上げてるはずなんですよ。だからこのなんかキャラクターは地面に対して水平な顔のポジションで、でも体は下から見上げている。で建物、あの空とか建物とか背景もなんか見上げているような動きになってるから、より自然に、多分パッと見た人だったらそんなに気にならないと思うんですけど、描いた本人と、まあ、僕みたいにその絵を描いて、じゃあ、ね、絵を描く上にさらに、まあ、自分だったらこうするよなみたいなのがあるタイプの人間から見ると、やっぱりちょっとこの顔のなんか地面に対してすごい水平というかね、平行感があるっていうのがなんか多分本人が感じてるちぐはぐの原因なんだろうなっていう、この肩の部分以外のね話をするのであれば、そういう感じですね。まあ、あとはあれかな、ちょっとキャラクターもうちょっとね、真ん中に持ってきてもいいような気がしますね。はい、というわけでなんかいろいろ言ったんですけど、ちょっとまあ試しにいろいろやってみましょう。なんかね、手をもっと全部入れてあげてもよかった説あるかなという気がしますね、画面の中に。ただよいしょ、今回画像がねこういう感じでくっついているので、なんかね斜めにして、でよいしょ、僕だったらこうするかなっていう話なんですけど、なんか画面内に収めて、まあ、ちょっと顔とかのね角度は今回直さないでやるつもりなんであれなんですけど、 そこまでやっちゃうとちょっともうなんか別の絵になっちゃうので、顔の角度とかはあんまりいじらないでいこうかな。まあ歪みツールは使うけど、歪みツールだけでワンチャンいけるか、もしかしてこのツールの可能性を、いけそうな気がしてきた。レタッチの鬼と呼んでくれ。レタッチの鬼自称するにはちょっとレベルが低いな僕も。
でさっき言ってた部分ですね、ここがちょっとでも袖とかが見えてるとだいぶ違和感なく、袖という袖口かみたいなのがね、あの見えてるといいんじゃないかな。ちょっと視線、顔の向き変えちゃったから視線を変えてあげないとおかしな感じになっちゃうね。で視線はこの手の先みたいなね感じにしてあげるといいんじゃなかろうかと。なんかちょっとこうはみ出してるので、こここの子のデザインどんなだったっけ、元は。あ、こういう感じか。これね、もっとこっち側にも髪の毛あっていいと思いますね。ワンポイント添削ってなんだ自分でなんか今やってて思ったけど、ワンポイント添削ってなんだ、なんかワンポイントどころじゃなく添削してる気がしてきたんですよね。自分でも驚いたんですよね。ワンポイント添削ってなんだ。はい、というわけでね、なんかこういう感じにしてあげた方がいいんじゃないかなと思います。ちょっと見比べてみましょうか。ちょっと臨場感変わったと思うんだよね。なんか最初はなんかね、背景とキャラクターを合わせましたみたいな感じだったのが、背景とキャラクターの一体感増したと思うんですよ。ちょっと並べて見比べてみましょう。なんか臨場感増したと思うんだよね。まあでもね、そんなにめちゃくちゃたくさんなんかやったっていうわけではねないんですけど、ワンポイントワンポイントとは言ってない。ほんとその通りだな。ワンポイントに絞れよ。あの空見せたいんだと思うんだよね。で空見せたいから多分この構図になったんだと思うの。でもこういう見せ方ありますよ、斜めにするとか。特に見上げてるタイプの構図だったら自然と背景いっぱい入るんで、なんかこう背景見せたいからっていうので、こう空間空けすぎると元のイラストだとちょっとやっぱり情報量足りないなって感じに見えると思うんですよ。そういうのをね、こういう主題というか、まあ、主役をね置いてあげることで解決できるので、ちょっとこの腕周りのね部分はもうちょっとね、ちゃんと描写してあげた方がいいとは思うんですけど、まあなんか腕伸ばすってことは、このなんでしょうね、この手のひらだけをこうね、ポケモンのゴーストのように、ゴーストだっけ、ゴーストだっけ、ゴーストだったかな、みたいに人間の手って離れてないからくっついてるからね、どうしても手を伸ばすってなるとこう肩肘手のひらみたいなね、まあ手首か本当はね、
みたいな感じでこう繋がって動くわけなんですよ。それを意識してあげると多分元々の時みたいなこのなんか手が前に出てるのに二の腕とか肩はすくめてる感じなんだけど、なんかこういう描写にはならないかなっていう風になると思います。はい、というわけでね、もこもこのお布団さんのワンポイント添削、ワンポイント添削でした。今日なんかあれだな、いつもよりも余裕があるからっていう理由もあるんだと思うんだけど、なんか一個一個の添削がのんびりしてるな僕。ちょっと時間を使いすぎだ。でも言うてもあれだ、1時間半経ってますね。あ、でもまだ希望者がいらっしゃるので、ちょっと添削はもうちょっと続けていきましょう。まあ、あと今ね2人にいただいているので、放送中に申し訳ございません。はい、まだいるかな。全然気にしないで、よいしょ、コメントして、コメントというかメッセージ送ってもらって大丈夫ですよ。今日はなんかでもあれだな、本当に一人一人の濃度がワンポイントじゃなくなってるので、ちょっとワンポイントにちゃんとなるように気をつけます。あれちょっとまあ今準備中なんで明日の話させてください。ですね、ちょっと最近体が限界なんですよ。限界なんですよっていうのはおかしな話なんですけど、ちょっと休憩させてもらってもよろしいでしょうか。がっつり添削のね方待ってると思うんですけど、ちょっと僕最近体調崩し気味なんですよ若干。まあそれもあって、でまあお仕事もねやらなきゃいけないよねっていうのもいろいろあるんですけど、ちょっと明日休みたいなって思ってて、お休みしてもいいですか？てか休ませてください。休みます。別にねやれって言われてやってるわけじゃないんで、休みますって言えばそれまでなんですけど、ちょっと一応なんか待たせちゃって悪いなっていう気持ちがねあるんで、ちょっとなんかね、さっきマジでね首肩背中が痛くって、ちょっと休まないとやばい気がするなっていうのと、ちょっと昨日メンゲンやったんですけど、ヘロヘロすぎて、ちょっと体力を一旦回復する時間が、いやでもほんと今年入る前からですけど、もうずーっと駆け抜けてここまで来てるんですよね。毎日配信してるし、まあ、ただ配信をしないわけじゃなくて、ちょっと添削配信を一回お休みさせてください。日曜日落書きとかはちょっと休憩がてらやりたいかなとは思ってるんだけど、今ちょっと DM 送ってくださった方、なんかこう添削希望のイラストと、あとなんだっけあれ、アンケート送ってもらえればと思います。いやなんか絵を描くのはねやるんよ、とかどうせ僕一日寝てるとかできないから、なんか何もやんないの無理なんだよね。そこはあれなんだけど、ちょっと なんだろう、ガチガチに なんかこう頑張り続けてると、最近ねスタミナが回復してないのを感じているんですよね。あんまりちょっと無理はしない範囲で一旦なんかこう休みを入れないとまずいなという気がしてるんですよね。ちょっとリスナーさんに有給を申請させてください。
かな、もしかしたら、あれが分かってない感じかな、アンケートのテンプレが、アンケートのテンプレが分からない感じだったら、一応アンケートのテンプレ送っておくので、こちらをね記入してもらえればいいかなと思います。はい、ではね、本日5人目のね、あの方の添削をしていこうと思います。はい、作者さんのお名前はにぎりさん、タイトルは衛心不安かな、制作ツールクリスタプロ、制作時間15時間、特に見てもらいたい点、上手くなりたい点など、特に見ていただきたいのは髪の毛の塗り、全体的な透明感の出し方です。コメント目標など、はじめまして、プロの方のアドバイスがいただきたくて、添削をお願いさせていただきました。目標はイラストレーターとしてお仕事をしていくことです。絵を描き始めて1ヶ月くらいしか経っていない状態ですが、ご指導をお願いいたします、ということでね。1ヶ月、うまいね。いや、うまいと思います。うん、なんかちゃんと観察しながら描いてるなっていうのが伝わってきますね。なんか背景とかもね、なんかなんていうのかな、過不足なくこう描くっていうのを意識してるのが伝わってくるので、短期間でとは、ぐらい上手です。素晴らしい。まあただね、そうですね、やっぱりこう なんていうのかな、まだね、画面の収め方とかね、そういうところがね、これからかなというところは若干あるんですけど、ただね、全体的にやっぱうまいなと思います。うん、珍しいですね、なんか線を日ペンで書いてるんですね。日ペンというか、こういう、こういう、まあ、なんていうのかな、アンチエイリアスのない、線画で描いてる人ってたまにいるんですけど、まあでも全然 OK だと思います。で、まあこの画面全体の話をするのであれば、あのね、ここ切れちゃってるのもったいないかなと思います。ここ切れちゃってるのがね、もうちょっと出してあげた方がいいかな。うん、なんかこうすごいね、立体感のある構図で、なんかこれ描き始めて1ヶ月でこの構図描けるのすごいなと思うんですよ。うん、構図のねチャレンジもいい感じ。多分すごく目がいいんだろうなと思います。もう漢字書いて、僕漢字だけにね。なんかそうね、いろいろ指摘できる部分はあるんですけど、まあ1ヶ月で本当にここまでデッサンとかできてるのも偉いなと思うし、まあ、ちょっとまんべんなく、ちょっとやっぱね、手の平の立体感が弱いので、もうちょっとこう影とかでね、立体感つけてあげるといいのかなって思ったりするんですけど、顔のね、影の立体感とかハイライトの入れ方とか色選びとかはかなりいいなと思います。で、特にまあ見てもらいたい部分っていうので、髪の毛の塗りっていうのをいただいてるんですけど、まあ、髪の毛の塗りも全然悪くないですよ。ただね、やっぱりペンとかをまだこう使いこなせてるわけじゃないのかなっていう。あ、これ目をその三分割法の交差点に持っていこうと思ったっていうのって、多分すごい結構きっちりしたポジションにあるんだけど、顔、その三分割法の
そのまあ多分この辺とかになるんだけど、この辺に顔の中心来るぐらい全然良かったと思う。うん、まあその場合ね、手をねもうちょっとこの少しね顔にかぶっちゃってもいいから、もっと上に持ってくるとかね、いろいろ画面への収め方はあるんですけど、ちょっともったいないかなっていう気がしましたね、この画面切れちゃってるのが。うん、ちょっとあとはね、でもそうだね、なんか、まあ、ちょっとここのね髪の毛の頭部の立体感みたいなのが、こっちが切れちゃってるからなんだけど、すごいねここはぺったんこに見えるんだよね、こっち側が。多分これ光の入れ方とかも原因なんですけど、そこら辺の影の入れ方、ハイライトの入れ方みたいな塩梅が良くなっていくといいのかなっていう気がします。うん、いやでもねうまいですよ。まあデッサンとかはこれから頑張っていけばすぐ上手くなる気がしますね。ちょっとやっぱりね、まだアングルが難しいのもあるんですけど、体のつながりが少し分かりづらいので、そういうところができるようにこれからなっていくかなっては思うんですけど。で、髪の毛のね部分に関して言うのであれば、まやっぱりちょっとタッチがまだね、こういうタッチになっちゃってるんだよね、わかるかな、このもう線をペンをそのままこうやってガーって塗りましたみたいな。で、こういうタッチの残し方はダメとは言わないけど、もうちょっとなじませてあげる必要があるかな。なんかどうしてもさ、このペンのさ、この縁の形が残っちゃってるんだよね。わざと残すっていうのは全然ありなんだけど、ただやっぱりちょっと形の悪さみたいなのが目立つので、髪の毛のね、なんだろう、本当に1ヶ月でここまでできるんだったらね、マジで髪の毛の、特にさ、目標にしてる作家さんがさ、割と透明感ある絵描く、なんでこんなここ開いたの、よいしょ、もともとの作家さんの、なんか参考にしてる作家さんの髪の塗り方、よく見てみるといいと思うんだけど、まあ僕こういうペンの、あ、なんかない方がいいペンのタッチのこと雑味っていうんだけど、なんかちょっと雑味があるかなと。参考にしてるさ、作家さんとかのさ、影のつけ方だとさ、もうちょっとこう、なんか、なんていうのか、ストロークが長いんだよね。こういうガーって短いギザギザをいっぱい用意するとかじゃなくて、ポイントポイントで影を入れていってあげるっていう描き方してるから、ちょっとそういうの参考にしてあげるといいのかなと思います。うん。でもなんかね、本当に色トレスとかもやってるし、まあ、ちょっとね、この線が太いかなっていう部分はまだあるんですけど、ただ太い分にはね、細くしてあげたり、色トレスもうちょっとがっつり入れてあげたりするだけで、だいぶ良くなると思うので、いいんじゃないですかね。うん。いや、なんか本当に、初めて1ヶ月でここまで描けるのは、なんか自信持っていいと思いますよ。成長速度の話もそうだし、本当にいい目を持ってるんだと思います。じゃあちょっとどうしようかな、まあいろいろやってみましょうか。まずやっぱね、ちょっとこの顔のね、頭部のバランスが少し悪く見えるので、それは直しましょう。パース、まだパース、でもすごいよね。僕、絵描き始めて1ヶ月とかの頃に、こんな難しい構図描こうと思わなかったもんな。
それを書こうと思うのがね、まずすごいと思う。普通に精神と時の部屋の1ヶ月かもしれない。ちょっとやっぱね、まだこういう縮尺みたいなのが若干怪しいところはあるんですけど、でもなんか細かいところまでよく見て書こうとしてるのが伝わってくるので、この調子で練習してってもらったら、いやマジで1年後めちゃくちゃ上手くなってそうな気がしますけど。うん、いやマジで仕事もらうっていうレベルまではほんとすぐ行っちゃいそうな気がしますけどね。ちょっとね、ここハイライト強すぎるかな。なんだったらここハイライト入れなくてもいいぐらい。でちょっとね、ここのハイライトがね強すぎるんだよね。線画もこうやってね細くしてあげたりとかするとだいぶ良くなるんじゃないかなと。もしかしてあれかな、目の白目のところにね、あの白を使わないっていう、まあ、いつものやつですね。白使っちゃうとやっぱねちょっとそこが浮いちゃうんだよね。なんかでも線が細い部分の線画とかでも全然なんか細すぎとは思わないからいいんじゃないかなと思うんですけど。まあまあ人と比べてもしょうがないので、みんな自分のペースで上手くなっていけばいいと思うよ。いやでもいいね、なんかコントラストとかはすごくいい感じだと思いますよ。色のセンスがいいね。
感じかな。いや色塗りね上手だよ。ま、髪の毛とかちょっとねもうちょっと目指してる作家さんの塗り方とか観察した方がいいかなとは思うんですけど、なんかね塗りのそのタッチよりも結構色の印象の方が絵では強かったりするので、じゃそこをね重点的にやっていけるといいんじゃないかなと思います。なんかね少し手のひらの情報量立体感的なものをね書き足してあげてあげるといいんじゃないかなと。本当さなんか調子悪い日って背中痛くなるんだよな。何なんでしょうね。でもなんか手とかもね割とかけてるんですよね。いやうまいなと思います。ちょっとこのぐらいにしておこうか。あんまりいっぱいやってもよくよく考えるとワンポイント添削いや書き込みすぎなんだよな僕。ちょっとねてみましょうか。はい。まあこういう感じで少しだけ手を加えてみました。まあ、顔の印象とか少しね柔らかくなったんじゃないかなと思います。よいしょ。詰め込みすぎないためのワンポイント添削だったはず。その通りでございます。あとはあの頭の形、こういうさ画面外に切れちゃう時もそのトリミングっていうんだけど、この画面サイズのことトリミングの外になんかこうはみ出しちゃってバランス取りづらい時はあのキャンパスを大きくしてあげてください。で書き足してあげる。まあ僕とかはさやっぱある程度枚数書いてきてるから、まあ、なんとなくで大体ね合わせてあげるっていうのはできるけど、でも正確に書こうと思ったらやっぱり大きめにキャンパス拡張してあげて書いて、でもう一回その拡張した分を小さくしてその画面に収めるっていうことをやったりは、まあ、するんですけど、なんかやっぱね最初のハイライトの入れ方だとどうしても顔の左半分、まあ、向かって左半分がなんかちょっと立体感がだいぶ弱くなっちゃってたので、まあ、そこ直してあげた形ですね。あとはまあ顔パーツの位置の微調整とか、でもそんなもん。なんか次見たいな次。なんだろう、髪の毛以外の肌とか塗りすごい上手なので、目も上手なんですよ。で髪の毛だけそのまあ目指してる作家さんの塗りを参考にしながらちょっと試してみてほしい。でそれでなんかどのぐらい描けるようになったのかが見てみたい。それこそね来月とかでもいいし、なんか1ヶ月でここまで描けるようになるんだったらかなり成長してると思うんだよね次見るとき。いや別にプレッシャーかけるわけじゃないんだけど、単純に楽しみだなっていうお話で、うん、ちょっと頑張ってみてください。ね、初めて1ヶ月っていうのもあるので、あんまりあれこれ言ってもちょっとパンクしちゃうかなっていう気がするので、とりあえず髪の毛のそのタッチ、このね
このなんか今のジグザグしてる塗り方一旦やめて、アンケートで答えてくれたね、憧れてる作家さんのちょっと真似をしてみてください。多分ねそれだけでかなり上手くなると思いますはい、というわけでね、本日5人目の添削させていただきました。でまあじゃあ次で今日最後の添削にします。一応申し込んでもらっても全然いいんですけど、次回の添削になるので、一応次回は来週の木曜日の夜21時の予定です。よいしょ。これ背中痛いのってさ、やっぱさガタきてるんですかね、体に。そういうこと、そういうことでよろしい。よいしょ、よいしょ。いやマジで長時間椅子座ってるとさ、背中と溝落ち痛くなるのない？僕たまにあるんですけど、こうやって見比べるとちょっとなんかあれだよね、わかりやすいよね、顔の立体感の部分とかね。よし、じゃあ本日ラストの検索頑張っていきましょう。 JPEG ラージにブチギレそうになる男、スパイダーマン。いいっすか。はい、というわけでね、じゃあ本日ラストのワンポイント添削頑張っていきましょう。はい、というわけでね、もうイラストのキャラクターからもお察しの通り、ちょっと一部僕伏せなきゃいけない気がするのであれなんですけど、今回のねイラストの作者さんは朝空気さんですね。タイトルはすいませんスキップします。で制作ツールがクリップスタジオペイント、制作時間が1日、特に見てもらいたい点、上手くなりたい点など、服のシワの描き方に悩んでいます。コメント目標など1枚ごとに上達しイラストレーターとして活動したいと思っています。現在イラストを描き始めて2年目となりましたが、独学難しさを感じ先生に添削をお願いしました。よろしくお願いします、ということなんですけど、うまくないこれ1日で描けるのだいぶすごいと思うよ。いや、うまいなと思いますよ。なんだ、今日バケモンラッシュなんだけどうまいな。よっこいしょ。はい、じゃあね、ちょっと見ていくんですけど、まあ、まず普通にキャラクター可愛くよく観察して描けてるんじゃないかなと思います。上手。可愛く描けてます。でなんか色とかの色選びもすごくいい感じだなと思いますね。なんかその要はコントラストとか濃淡とかそういう部分の話なんですけど、全然いいんじゃないかなって思いますね。で服のなんか塗り悩んでるっていう話なんですけど、全然いい感じなんじゃないかなとは思いますよ、ね、この辺とか上手だし、強いてあげるんだったらここかな。なんかこのシワはいいんだけど、なんかねこのなんか今僕がこの形で描いた部分、ここのねシワの入り方だけちょっと気になるかなっていう気がするくらいで、なんか影の塗りとかもいい感じだと思う。
全体的にすごく上手だと思います。まあ、C ってなんかあげるんだとしたらちょっと白目黒暗すぎるかな。別になんかあれだよね、元々のキャラ白目黒いキャラじゃないよね。ちょっと白目が肌の光の当たり方に比べて気持ち暗すぎるかな。で白目の影を暗くしてあげれば、まあ、ベースの色多少明るくても全然気にならないと思うので、これ白目のベース色明るくしてあげて影だけちょっと今と同じぐらいか、まあ、気持ち明るくてもいいような気がするけど全体的に明るくしてあげるといいんじゃないかなと思います。まあそんなもんかな。うん、なんか体も結構いい感じに描けてると思うし、なんかね細かい質感の表現とかもいい感じだと思います。この子ってさ、なんだっけ、名前が僕ねパッと出てこないんだけど、あ、書かなくて大丈夫だよ。もともと袖こういうなんか骨入ってるみたいなあれなのかな。まあ、もし布感をもっと出したいのであればいろいろやりようはあるかなとは思うんですが、なんか別に現状でも十分可愛い気がする。まあ、強いて言うんだったらこれイラストの背景がちょっと寂しいので、なんか背景にアクセントが欲しいかなって感じかな。なんかあれ書いてあげた方がいいかもしれないね。よいしょ、あれ、これいた方がいい気がします。はい、名前わかんないんだけど、そう、なんかねやっぱ小物とかこうそういうのがいることでなんか物寂しさみたいなのが減るかなという気がしますね。あとさ、尻尾これ多分尻尾だと思うんだけど、ちょっと立体感がないから模様かと一瞬思ったんだけど、これ尻尾ちょっと立体感出してあげた方がいいね。ちょっと元絵みたいな、これ多分元の立ち絵だと思うんだけど、これ違うのかな。いやそうだよね、ちょっと尻尾の立体感欲しいかも。なんかほらこういう金属とかちゃんとかけてるから尻尾も描いてあげた方がいいかなと思います。いや別に何か僕が揉めたとかでは全然ないんですよ。ただちょっとなんていうの、僕自身がねいろいろな配信プラットフォームで配信をしてる都合上あんまり大っぴらにお名前を出さない方がいいのかなっていう、それだけの話ですね。全然なんか添削自体はね受け付けてるんですけど、そうだね。でもなんか基本的にすごく上手に描けてるのでいいんじゃないかなと思います。あ、ちょっとなんか頭の上のカラス
みたいなのがいた方がいいかなっていうのと、あと尻尾の立体感ぐらいかな。服はね、割と本当に上手に濡れてるんで自信持っていいんじゃないかと。思うけどな。ちょっとやってみましょうか。なんかワンポイントって言いつついつもワンポイントじゃねえじゃんってなってるんですけど、ちょっとね目の色が暗すぎるんで明るくしましょう。本当にこのぐらい明るくてもいいと思うよ。で、こうかな。うん、なんかこの方が割としっくりくるな。あとはね、まあ強いて言うのであれば視線と目の大きさかな。これ角の輪っかの数決まってんの？それは決まってるは決まってると思うんだけど、 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 本かな。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13。 本当だね、ちょっと多いね。なんかこういう細かい部分も合わせてあげるといいかもしれないですね。よいしょ。とりあえず根元の消して 1,2,3,4,5,6,7,8。 うん、先っちょの方がだいぶなくなっちゃうけど、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10、 よし、これでよしとしよう。あとはね、ちょっとこっちが気持ち小さいので、 頭頂部の形とか、本当にでも微調整ぐらいだな。全体的に上手に描けてるんですよ。上手だなと思います。強いて言うならね、こういうちょっと細かいとこのなんか立体感的なのを少し出してあげられるようになるとより良いのではないかと。ただ服のね、なんかシワとかは全然上手に描けてるんで、まあこういうね部分ちょっと濃いかなっていう部分が少しあるんだけど、なんかそれもすごい致命的っていう話ではないので、まあ、良き感じに。なんか影を描くときにこの影変かなっていう形、なんかこことか上手なんですよ。なんかこの形変かなって思ったら十中八九変だからなんかちゃんとこう参考とかをね探してあげてやってあげるといいんじゃないかなと。であとはね、こういう顔に近いところの、要は見せたい部分に近いところの明度、明るさをね少し上げてあげるといいんじゃないかな。やっぱさ、その暗いところでさ明るい部分って目立つんですよ。そういうところでね、こう視線のコントロールみたいなのをやってあげると良くなると思います。このね上の面ちょっと明るくするとかね。
そんなとこですかね。歪みツールイズゴッド。うん、いい感じだと思う。ちょっと見比べてみましょうか。どうでしょう、なんか少し印象変わったんじゃないですかね。まあ主に直したのは頭の部分のデッサンバランスと、まああと視線誘導のね、顔周り明るくしてあげるっていうのと、ちょっと並べた方が分かりやすいかな。いやでもね、もともとかなり上手なんで、今日したぐらいのアドバイスでもだいぶ次以降の絵が変わってくる気がしますけど。よいしょ。はい、じゃあ並べてみてみましょう。はい、なんかまあちょっと尻尾はね直してないんですけど、なんか顔により自然に目がいくようになったんじゃないかなと。接地面の影、接地面の影はまあ正直雑だなとはちょっと思うんですけど、ただキャラクター可愛く描けてるんでそんなに大問題ってわけじゃないですね。もうちょっとその、多分今回絵描くときに光源の設定が甘いんですよ、強いて言うのであれば。どこから光が当たってるのかっていうのが甘くて、だからあのこの首周りの錠前みたいなやつ、手錠みたいなやつがなんか色のね差がちょっと弱くなってるというか、弱くなってるっていうのと違うんだよな、別に間違ってるわけじゃないんだけど、強調があんまできてなかったので、これがね、まあ僕今ちょっと明るくしたじゃないですか、あと手のこことかね、なんかこういう感じで、その結局さ、表情にさ視線を集めさせた方が絶対この絵いいなと思うんですよ。でやっぱその視線を誘導させようと思ったら、この画面だったら明るくしてあげた方が絶対視線いくよねっていう話なんですよね。でなんかこの手のさ袖のところも僕がちょっと描き足しただけなんだけど、なんか一気に布の質感上がったように見えると思うんですよね。でもここ2色足しただけなんですよ、色としては。でも逆に言ってしまえば、2色明るい色足してあげるだけでもこれだけ差が出るんですよね。まあ首のねところの輪っかのハイライトなんて1色しか足してないけどね、左右で見比べたらかなり違うよね。あとはね、あれだね、白目のところがちょっともちろん白目が青系の色になることもあるし、そもそもそういうデザインの子とかも世の中にはいると思うんですけど、今回のこのキャラクターの場合、別にもともとそういうわけではないので、自然な白目の色に、まあ他の部分のね、こういう髪の影とかも結構暗い感じの色使ってるので、それに合わせてあげる形っていうので色合わせをしてあげたんですけど、どうです、なんか不自然さなくなったと思うんですよね。であとはまあちょっと頭の形、この傾け方だったらもうちょっとこのね画面左側、まあ、こっちなんだけどの頭大きいはずなんだけどちょっと小さかったので、それも微調整しました。はい、まあそんな感じでね、細かい部分が多かったとは思うんですよ。でやっぱ上手な人ほどどうしてもね細かい部分の調整にはなっちゃうんですけど、でも逆にそのね最後の爪一歩って難しいよねっていう話だと思うんですよ。だからね、まあ、なんだろうな、上手なね人たちも今日のねアドバイスとか、なんかああなるほどなと思っていただけたらねいいんですけど。はい、という感じで、すいません、前回配信時に依頼した分ってしていただけましたっけ。あれ僕コヒさんの、ちょっと待って、
これじゃない、ちょっと待って、ワンポイント添削の方だ。コヒさんは1回目はしてる、あ、前回僕してないのか、ちょっと待って抜けてますね、ありがとうございます。あの言ってもらわないと、あの平気で抜けることあるんで、あれやってなくねっていう時はね、言ってください。あ、ちょっと待って、僕ダウンロードしてる、そもそもダウンロードできてない説ない？あ、これは家の近所でゴミ収集車が電柱にぶつかってた写真が、全然関係ない写真出てきた。ちょっと待ってくださいね。これすいません、僕チェック抜けてました最後あのコヒさんのイラストのワンポイント添削やっておしまいにしようと思います。すいませんでした。よいしょ。本当に僕もね、あの悪気があるわけでは全然ないんですけど、マジであのナチュラルにチェック抜けることあるんで、あの言ってくださいね皆さん、抜けてますよって。よいしょ。2022-0122-0122、はい、これで合ってるかな はい、ではね、よいしょ、あ、待って、僕さまだ抜けてる気がする待って、これ抜けてるな、多分抜けてる気がするんですよね。ちょっとただあのこのままやり続けると一生多分終わらんやつなので、ちょっと今日はコヒさんまでで終わりにさせてください。ちょっと待ってね、モツカンさん今いたらすいません、チェック抜けてましたいやもしかしてと思って今ちょっと眺めてたんですけど、これ多分抜けてるやつなんですよね。やだな、怖いなって思って見てみたら抜けてるんですよね。え、待って、僕他の人も抜けてない？これいつ、ちょっと待って、1月20日、はい、抜けてますね。お名前の読み方が分からない、マイコナモさん、マイコナモさんいる？あのちょっと次回に回させてください。木曜日ですね。ちょっとそう、応募フォーム作った方がいいですね、これ。すいません。ね、もともとちょっと僕はあの結構抜けてる方の人間ではあるんですけど、はい、ちょっと最近ね、あのマジで、これ多発してるんで、ちょっとお休みをください。あの明日、あの本当はね明日添削やろうと思ってたんですけど、最近ねタイピングもおぼつかなくなってきてるんですよね言い訳するわけじゃないですけど、あの5タイプで5アスが あまりにも多すぎて、なんかまともに文字打ててないんですよね。他本当にない？大丈夫？不安になってきたんだけど、今何時間経った？2時間20
2分。いやでも待って、逆に今日今気づいた分全部やろう、やった方がなんかちゃんと休める気がする。やります、僕はやります、 やらせてください。ちょっと時間かかっちゃうけどね。今日は人数少ないなとか思ってたけど、どうやら3人分ぐらいあのチェックが抜けているっていうね。なんかお前は一体何を見てるんですかっていう話だったのですいませんでした。はい、じゃあやっていきましょう。本日7枚目の添削ですね。作者さんはコヒさんですね。あのいつも僕 あの切り抜き動画とかをね作ってくれてる方です。で、イラストタイトルはオリキャラ、制作ツールクリスタ、制作時間約10時間、見てもらいたいポイント、色味のバランス、キャラデザのコツ、コメント、自分のアイコン的な存在となるようなオリキャラを考えていて、これはそのラフです、色使いに悩んでおり、特にコートの色を迷っています。あまり色を増やすとまとまらないと思ったので、コートは無彩色にしたのですが、いまいち地味な気もします。キャラの色決めをする際に竹穴先生が気をつけていることや、キャラデザでこれだけはやらない方がいいということがありましたら教えてくださいということで、見ていきましょう。グッチさん応援大ありがとうございます。みんなのスパチャが竹花に力を与える、みんなのコメントが竹花を支える。いやでも本当に、まあ、YouTube でもそうだし Twitter とかね、そういうところでもピクシブとかでもそうですけど、やっぱみんなにね反応もらえたり応援もらえたりっていうのがね、なんか一番嬉しいですよね。なんか次へのモチベというか元気になるんで、ありがたい限りです。じゃあちょっと、まあ、珍しいタイプの添削になりますね今回。はい、じゃあね見ていきましょう。でですね、まあ、多分まだあのデザインの途中なんで、あんまりねあれこれ言ってもっていう感じではあるんだと思うんですけど、まあでもいいんじゃないですかね。オリキャラのデザイン、まあデザインの部分の添削っていうので言うと、なんかイメージカラーが多分決まってるので、なんかいい感じにデザインしていけるんじゃないかなと。多分さ、この赤い髪のキャラクターっていうのが多分メインで、で次になんか衣装のイメージオレンジ系なんだと思うんだよね。だから赤とかねオレンジとかなんだろうなーっていうのが伝わってくるんだけど、なんかちょっとね思う点としては、上着っていうかこのジャケットの形状がちょっと分かりづらいっていうのと、まああとそのコヒさんのコメントでもあったけど色の部分だよね。うん、でやっぱ無彩色ってまあね、言ってしまえば主張はあんまり強くない色なんですよ。でちょっとまあそうだな、どう添削していったらいいのかな。キャラデザの時にね、やっぱり一番最初に、まあ、キャラデザ？座の時にその大事なのって、まあ、やっぱりイメージカラーだよね。でこれはね特にやっぱり髪の毛とか髪とか目とかがそのキャラのイメージカラーとして選ばれることがすごい多い。でも逆にそうじゃない例も全然あるんだけどね、髪の毛とか目の色っていうのをイメージカラーと逆にするみたいな、そういう場合は衣装の方の色は衣装だよね。で色を作ってあげるっていう必要があるんだけど、
まあ多分今回無彩色系の部分が多いんで、衣装はイメージカラーはやっぱ赤とかオレンジとかそういう系統の色になるのかなという気がするんですよね。で、アウターの部分を除いて、インナーというか、まあこのパンツとチューブトップの部分に関しては結構もう方向性が決まってるんだろうなっていうのはあるんですけど、オリキャラをデザインする上で、まあこれはまず色の話なんですよね。で次にね、イメージのマーク形とかだよね。まあ何かっていうと、今なんかそういう印象があんまないんだよね、言ってしまえば。そのこのデザインというかキャラクターの、なんて言ったらいいんだろう、ロゴを作るってなった時にじゃあどういうものを使うかなみたいな、多分みんながパッと思いつきそうなので、まあちょっと古いかもしれないけど、なんかこうそういうデザインを上手なイラストレーターさんでミカピカゾ先生っているんだけど、かぐやルナのデザインってすごい分かりやすいデザインでさ、バツが3つみたいな、なんかそういうモチーフの形をなんか、まあ、アイコンみたいなものをデザインの中に組み込んであげると、このキャラクターってこれ言うのあるよねみたいな、なんかこういうなんだろう、四角とか丸とか×とか、なんかそういうさ分かりやすい記号っていうのがデザインの中に入ってると、そのキャラクターをイメージしやすくなる。で逆になんかそういうデザインがないキャラクター、なんか細かいデザインはすごいいっぱいあるんだけど、なんかこの特徴的なものっていうのがなんかそう一言で言い表しにくいキャラって印象に残りづらいんだよね。だよっぽどなんだろう、顔そのものがアイコンになりうるようなキャラとかだったらいいんだけど、なんかやっぱりそういうね、顔のいいキャラっていっぱいいるんだよね。いやプラスやっぱりそういうアイコン的ななんかこうモチーフがあるとよくって、例えばさっきのさ某 VTuber さんのキャラデザなんかもそうだけど、ね、頭の上に乗ってる鳥とかもそうなんだけど、まあ、さっきの子だとモチーフのマークってこれだと思うんだよね。わかるかな、尻尾とかもそうだし、ね、こういうデザインっていうのをアクセントとして入れてあげるっていうことをやっていて、でこういうのがあるかないかっていうので割と人が覚えやすいかどうかっていう部分につながってくるんだよね。まあもちろんもうちょっと複雑でもいいんだけどね、形は。なんかそういうアクセント入れてあげるっていうのは結構大事かな。で最近の流行りは何だろう、そういうね形だけじゃなくての流行りなんだけど、メッシュとか流行ってるね。うん、まあ流星みたいなやつだね。言ってしまえばさ、ウマ娘がすごい流行ったじゃないですか。あのあたりからね、なんかすごいやっぱりそういう流星とかの、まあもともとメッシュは流行り気味だったんだけど、なんかね、頭のってか顔の真ん前のその前髪にバーンってメッシュ入れるデザイン増えた気がしますね。まあ実際ね、すごいアイコニックというかね、分かりやすい記号だから、それもとにかくね、そういう記号を入れてあげるといいかなって思う。ちょっとね、今ね顔周り弱いんですよね、まずアイコンがちょっと足りない感じ。なんか例えばよっぽど奇抜な髪型をしているとかだったらいいんだけど、ちょっとね髪型がね弱いかな、まず。なんかそのあれによるんだけどね、どういう方向で運用するキャラクターなのか。例えばさ、ファンタジー系、多分さこれさ衣装のデザインさ割とさちょっとファンタジー混ざってると思うんだよね。なんかこうリアル寄りなのか、ちょっとね髪型の特徴が弱いっていう、さっき書いとくね。
ね、例えばファンタジーだったら余計にだけど、まあまあ例えばだよ、例えばまあ角つけるとかさ、ねえ、あとは羽つけるとかさ、なんかこれだけでもちょっとさ元の状態から比べるとだいぶその僕が言ってるさ、そのアイコン的な話がさ理解できると思うんだよね。まああるいはさ流星入れてあげるとかさかどっち方なんかどういう要素なのかっていうのでやっぱりそう入れてあげるアイコン変わるんだよ。だから最初になんかまあこのね決めてあげるときにキャラデザのまあ要素要素もうダメだ僕は漢字が書けない要素をさカタカナで書くとさあれじゃない？てか要素って普通にこれでいいんじゃね？なんか話が飛び飛びであれなんですけどまあイメージカラーとイメージのマークさっき言ってた、まあ、記号みたいなやつね、記号とかインパクトのある伝わりやすい、なんか絵うまいなっていう人でもただ絵がうまいだけでこういうなんかアイコン的なところあんまりできてないっていう人は全然いる。だからそこを画力でゴリ押すタイプの人もいるんだけど、ただ僕はそれをいいやキャラデザとはあんま思ってない。なんかキャラデザインっていうのはさやっぱ伝わりやすさって大事だと思うんだよ。でそういう中で言うとこういうまあなんていうのかな、ちゃんとイメージのかなんかこうモチーフになるような形があった方がよりシンプルに相手に伝わるよねっていう。であとはまあリアル寄りなのか、これまず大きいよね、リアル系なのかまあファンタジー系なのか。まあただこれも完全にバッキリ分けるっていうよりは最近はね結構混ざり気味なのが多いから、なんかよりどっち寄りなのか、リアル寄りなのかファンタジー寄りなのかっていうのを自分の中でしっかり決めてあげた方がいいかなと思う。ちょっとね分かりづらいんだよねこれ、ファンタジーっぽいような気もするけど、でもなんか衣装の要素だけよく見ると別にファンタジーっていうよりはね、なんかスポーティーな服の女の子なのかなっていう気もするし、あもうなんかねそのサイバー系とかスチームパンクとかそういうのを全部ね合わせてそのリアルかリアルじゃないかっていう、そのリアル寄りなのかね現代寄りなのか現代じゃないその SF とかもファンタジーとか全部そっち系なのかっていうので調整してあげてください。っていうなんかそのバランスがちょっと今分かりづらいかなっていう気がする。うん、まあ、あとは等身とかそういう部分かな、かなり等身高いよね、8等身ぐらいあるかな。まあでもそうね、正直キャラデザの段階でまだしかもラフじゃん、この段階で僕がなんか他になんかこういう風なデザインしたいんですよねっていうのもらってないからどうしてもこれ以上なんか言うっていうのが難しいんですけどそうだね、まあでもちょっとね今現状ここまででわかるのは少しね弱いかなデザインが、うん、キャラデザのなんかモチーフが弱い、なんかオリキャラでもなんかこういうね特になんか自分の看板娘みたいなのを作るのであればなんかこういうモチーフですとかがあった方がなんかデザインしやすくなると思うんですよね。なんかちょっとそこら辺がまだ見えてこないので
少しそういった要素を言語化してあげるといいかなと思います。はい、まあ、ちょっとね手を入れるってことがあんまりできないんですけど、このデザインの進捗、このね過程だとそんな感じですね。まあ現状ちょっとアウターのデザインとかが不明瞭でね、そのデザイン悩んでますみたいな部分っていうのもどういう系なのか決めてあげればもう少しデザインしたしやすくなると思います。まあでもやっぱり一番はね、僕一番衣装もそうなんだけど、僕一番はまずやっぱね顔周りかな。うん、ちょっとね何だろう印象が薄いかな。うん、髪の色はねすごいインパクトあるんだけど、でも二次元だとやっぱ赤い髪とか結構いるんで、色だけじゃなくてね、結構色だけで今特色出すって難しいんで、まあプラスさっき言ってたねこういう記号みたいなものとか考えてあげるといいんじゃないかなと思います。はい、だいぶ話長くなっちゃいましたね。まあ、もしねデザイン系ので聞きたいことありますっていう方はね、なんだろう、なんて言ったらいいんだ、こういうデザインしたいんだよなみたいなのを一緒にいただけると、まあ、これだったらこういう要素入れた方がいいよねみたいな話ができるので、でちょっと待ってね。ではでは、よいしょ。じゃあ次の添削いきましょう。脳みそが若干停止し始めてきてるな。わしの脳みそもまだまだということ。あ、うまい。みんなも長時間バトルになってきてるから、だいぶ疲れが溜まってきてる可能性があるのでね、なんかこうのんびり聞いてもらえればいいと思うんですけど、やっていきましょう。はい、今回のね添削イラストの作者さんはもつかんさん、タイトルは FGO ともえ御前、制作ツールはクリスタ、制作時間は40時間、特に見てもらいたい点、上手くなりたい点など、色使いと顔、コメント、目標など、目標はイラストの仕事をもらうことということでね、はい、ちょっとね見ていきましょう。もつかんさんあれですね、この前赤ペン添削をやらせてもらった方なんですけど、今回はねワンポイント添削ということで頑張っていきます。まあなんか見ての通りというか、うまいですよね。うん、めちゃくちゃ上手だと思います。で、まあ見てもらえた色とか色使いとか、なんかハイライトの入れ方とかもなんか綺麗でいいなと思います。なんかこういうグラデーション入ってるとなんか自然と奥行き感が出ていいですね。で、まあなんか肌の塗りとかそういうのもいい感じなんじゃないかなと。なんかね髪と肌の塗りで、まあ、着物のねこの袖とかの塗りとかもなんかいい感じかなと思います。ただねちょっとね中途半端感が若干あるかな。その中途半端感がある理由っていうのが、こういうなんかこのペンのタッチ、そのペンのこの丸い、要はさペンってこういう形になるわけじゃないですか、こういうね、こういうそのペンの入り抜きがそのまま残っちゃってる、なんか中途半端に残っちゃってるっていうのかな。
こういう部分のここもったいないなっていう気がしますね。残っちゃってるのが気になります。これね、もうちょっと処理してあげた方がいいかなと思いますね。まあ、ただなんかこの布の着物の質感いい感じかなと思います。陰影がなんかリアルですね。ほんとさ、添削やり始めてからさ、それまでのさ、100倍ぐらい字書いてるんだよね。でも、一向に漢字を覚えないね。ここの影の濃さはね、いい感じ。なんか、昔漢字覚えるの苦手じゃなかったんだけど、大人になってから思うのはマジで覚えてないね。このさ、まあ、ちょっともうちょっとここのね手の処理した方がいいんだけど、なんかこういう書き方ってすごい今風でいいよね。立体感のつけ方が、まあ、基本的にはね、かなりいい感じだと思うんですけど、ちょっとね、顔がね、もったいないなっていうのは、パーツのバランスがあんまり良くない。でも逆に言うと、そこさえ、僕、これすごい可愛くできる自信ある。はい、まあね、こういう感じなんですよ。あれ、巴御前ってさ、角生えてなかったっけ。ちょ待って、あれって額当てなんだっけ。あれか、再輪影で生えるのか。別に生えてないのもあるのか。うん、最近 FGO またさ、ちまちまやっててさ、今なんかあのインドの異文体だっけあたりにいるんですけど、巴御前もなんかもっと前にね実装されてるから持ってはいるんだけど、デザインキャラデザインは好きなんだけど、全然ね育ってなくて、デザインの詳細を覚えてなかった。生えてたり生えてなかったりするで、まあじゃあちょっとね、いろいろ言ったんですけど、実際にね調整してみましょう。はい、これ歪みツールだけでいけるかな。うん、歪みツールだけだとちょっときびいな。はーい、しっかりねパーツバランス取っていきますよ。やっぱね、その顔パーツね、ポジションすごい大事なんですよね。あとサイズね。いやでもこれね、もともとがねすごい上手に描けてるんで、ね、本当に顔の部分さえうまくいけばかなり良くなると思いますよ。
本当にこの歪みツールとかいうツール便利だよな。こんなにさ、ちょちょいのちょいやでって治るのすごいよマジで。セルシスやってんねえって感じだよ。早く早くセルシスさんと、セルシスさんとワコムさんは早く僕のスポンサーになって、スポンサーになって毎月お金振り込んでもろて、もういくらでもいくらでも大麻するよ。これね、顔のねパーツがやっぱりちょっと小さかったんだよね最初。なんかちょっと良くなってきたように見えませんか？よいしょ。まあ、ちょっとね赤ペンからはちょっとそれてるんですけど。とこの薄いピンク使ってるんだけど、この色ってねあんまりねなじまん色なんですよね。でこれをよいしょ、で上唇と下唇両方に塗るとね、なんかねたらこ唇みたいになっちゃうから、塗るんだったらね下側だけでいいと思う。自分で言うのもなんだけど、なかなか今回いい感じに直せてると思う。巴御前ってさ、なんであんなにゲームにハマってんの？なんかすごいゲームハマってるキャラっていうイメージなんだけど、合ってる？ちょっとねこの二重の描き方なんだけど、よいしょ、奥にあるときはね今みたいに描いちゃうとなんかすごい目のポジションがずれてるように見えちゃうので、ちょっとこのここの隙間、この隙間ね、この隙間ね短めにしてあげるといいですね。逆にこっちはこうやって隙間空いてても全然 OK。現代の遊びを学んだらなんかゲーマーになってた。FGO のキャラクターならやりたい放題だよな。あ、でも FGO はねなんかガチャ運悪くないんだよね。なんか普通に10連とか20連ぐらいでポロって出てくるキャラクターが、他のゲーム出てこない。
ほぼ完璧じゃないか。ほぼ顔完璧じゃないなくて、ちょっと見比べてみましょうか。どうですかこれ。なんか最初と比べるとなんか別人のようになったでしょ。調整マン、これがほぼ歪みツールってんだから、歪みツールほんと半端ないよね。なんか自然な顔になったと思うんだよね。ちょっと並べてみようか。PSD はい、どうでしょう。どうでしょうってもうなんか一目瞭然って感じだと思うんですけど、まあね、顔のパーツの大きさ、特に目はね、大きさとかを変えてあげて、まあ、顔の輪郭とかもねいじってはいるんですけど、やっぱりあのパーツ位置すごい大事なのでね、あの当たりとか取り直してしっかり書いてあげましょう。なんかこうやって見るとあれだな、もうちょっとここ前だな。うん、いい感じ。なんか塗りとかはねすごいなんかいい感じなんですよ、もともと。だからこそね、ちょっと顔特にこだわって、パーツのサイズとかね、なんかそういうのを調整してみてください。ちょっと顔に対して、輪郭に対してね、パーツが小さすぎたのが割と違和感の原因な気がするので、はい。というわけでね、もつかんさんのワンポイント添削、ワンポイント、ワンポイントとは、うー、はい。よいしょ。まあなんか本当に僕がこのワンポイント添削とかでさ、その調整したりするじゃないですか。あの、一回ね、なんかなぞってみたりすると分かりやすいかもしれません。はい、じゃあね、本日ラストいきます。もう今日ラストです。よいしょ。ファイル別名で保存。ちょ、またね、最後タイトル言えないんであれなんですけど、はーい、やってきます。はい、このねイラストの作者さんはマイコナモさん。あ、すいません、名前読んじゃった、匿名でお願いします。すいません、なんかあの堂々と読んじゃったんですけど、ちょっとみんな聞かなかったことにしてください。はい、ちょっと匿名でお願いしますっていうパターンがあると思ってなかったので、あの普通に読み上げてしまった、すいません。名前読んでません、皆さん忘れてください。はい、忘れました。今回のね、あのイラストなんですけど、タイトルも言えません。タイトルは僕の事情で言えません。はい、で制作ツールはクリップスタジオペイント。制作時間は10時間ほど。特に見てもらいたい点、上手くなりたい点など、体の骨格系以外で気になるところを見ていただきたいです。コメント目標など、最近は描きたいキャラが全然いなくて、そのせいでモチベーションが最後まで続かず、イラストが完成できずに悩んでいます。で、目標にしている作家さんとかはまだ見つかっていないということなんですけど、まあ、うまいですよね。うん。
いや普通にすごく上手だと思うんですけど、まあ添削の方ねしていこうかなって思います。ちょっと待って、赤ペン引っ張ってくる。まあまず普通にキャラクターは上手に描けてると思います。まあ可愛いですよね。でなんかね全体的になんですけど、色選びすごく上手かなと。なんか画面全体にメリハリがついてて良いなと思います。はい、でまああとそうですね、まあなんか全体的に上手なんですけど、まあ、添削部分として上げていくのであれば、まずここおかしいんですよ。あのなんていうの、波打ち際、波打ち際の直線になってる部分に違和感があります。あのねキャラクター上手なんですよ。とまあなんでかっていうと、周りがうまいから逆に目立っちゃうっていう話で、これやっぱ波打ち際ってさ、こなんかちょっとこうね、なんかこうジグザグしてるというかさ、波ってこうムラがあるんですよね。ムラが欲しいね。で、なんかこう直線ツールとかでやっぱこう書くのを避けた方がいいものって結構あるんだけど、特にこういう液体とかしっかりこう分けてある部分がねあるとかじゃないんだったら、フリーハンドで書いてあげた方が自然になると思います。で、逆にじゃあ水平線とかがまっすぐなのはいいのかっていう話なんだけど、水平線はまっすぐでいいです。まあ理由としては、この遠くのものでもさ、この波打ち際はさ言うほど遠くじゃないんだよ。だからさ、人間の目でもさ、そのムラがあるのっていうのがさ、その立体感っていうのがさ出ちゃうのってさ、人間の目でもわかるじゃん。でも水平線ってすごいまあ遠くだし、なんかこう具体的にね波打ち際みたいな境界線があるわけじゃないから、ここってまあぼやけるんですよ。だからぼやけるようなものに関してはなんか本当にまっすぐ線取ってあげて、あとグラデーションかけてあげるっていうだけでも十分な、これで全然いいと思います。ただやっぱ波打ち際とかはね、だってさ、僕がこの赤ちょっと入れただけでさ、あこの赤に沿って波あったらなんか自然だなって感じると思うんですよね。イラスト全体としてはすごくいいんですよ。いいからこそ逆にちょっと目立っちゃいますね。シチュエーションとかもすごいいいし、シチュエーションも良い雰囲気です。強いて言うのであれば、あと強いてあげるのであれば、なんか西日っていうのか、夕暮れのこのハイライトが弱いかな。ハイライトとその なんていうのかな、暗闇のなんか背中部分、このさ、まあ、背中部分と
よいしょ、この光が当たってるはずの部分のこの濃淡の差っていうのが陰影の差がちょっと弱いんですよ。だからキャラクターとか単体だけで見た時の陰影がダメなわけではなくて、なんかその自然光、なんかこのね日が沈んでると思うんだけど、その時のハイライトと環境のハイライトとハイライトと陰影、まあ、影のなんか対比が弱い、対比が弱い、これがね逆にできるようになるとね、もうほぼ言うことないんじゃないかな。はい、という感じでね、あの赤ペンはそんな感じなんですけど、まあちょっといろいろ手入れてみようかなと思います。なんか僕もだんだんねボケてきてる気がするんだよね今。脳みそがね働いてないのを感じるんだよね。でまあなんかすごい簡単でやってあげるんだったら、なんか仮になんかその波打ち際じゃないんだとしても、この砂浜ってデコボコしてるんですよ。これをさこうやってちょっとデコボコさせてあげるだけでも自然になったのわかるかな。海も歪めてあげればいい。ほらねっていうぐらいな感じなんですよね。でデッサンはね全然いいんじゃないかなと思います。強いて言うんだったら鼻の位置と奥の目のサイズ感が若干合ってないかなっていう気がするので、まあ少しだけいじってみると、鼻このぐらいかな、なんか鼻ちょっといじっただけなんだけど、これでもなんか少し変わったのわかるかな。であと眉毛塗り忘れてますねこれで。奥の目ねちょっとね上に上げてあげるといいですよ、こういうの。そうするとねだいぶ印象が変わってくると思います。元のだとちょっとね手前の目に対してこっちの奥の目が小さいんですよね。まあでも基本的にはすごく丁寧に描いてるので、この丁寧さのまま描いていけるといいんじゃないかなと思います。はい、あでも可愛いよね。であとはまあハイライトがちょっと弱いっていう話なんですけど、スクリーンだと強いよな。オーバーレイとかだとどう？あ、オーバーレイいい感じだな。でちょっと色の調整しながらになるんだけど、なんか多分その夕焼けのイメージだからどうしてもこういう色に統一しちゃうっていうのあると思うんだけど、なんかねちゃんと明るいところはやっぱり明るいんだよね、夕方でも光源がある以上は。そういうところをね少し強調してあげるような感じで描いてあげるといいんじゃないかなと思います。あとはね、よいしょ、定山、ちょっとねこっち側をもっと暗くしてあげるっていうのが必要かなっていう気がしますね。ちょっと大雑把なんであれなんですけど、ちょっと色はねこれから調整するって感じで、
ちょっとね髪の毛とかあれなんだけど。でもさ、もう今ここまで描いただけでもさ、ちょっとなんか見えてきてる印象変わってきてると思うんだよね。立体感とか出てると思うんだけど。よいしょ。うん。はい。で、色をいじります。あ、この色いいっすね。はい、まあ、ちょっとなんか光がね当たってる部分とそうじゃない部分とで大雑把ではあるんですけど、こういう陰影をねはっきりとある程度割り切ってつけてあげるっていうのをすると、その時間帯のなんか なんていうのかな、こう夕暮れってさ、やっぱ暗い部分すごい暗くなるんですよ。明るい部分は明るくなるっていう話なんだけど、まあ、ただこのままだとさ、やっぱりちょっと強すぎるよねっていう話になるから、こうグラデーションかけてあげて、ボケ幅の強いブラシとかでねっていう感じでこう陰影をつけてあげると、ほら最初のなんかさちょっと浮いちゃってるみたいなさ状態からさ、あ、なんかここにいるんだなっていうのが伝わってくると思うんだよね。わかるかな。こういうね、コントラスト、環境光の部分っていうのをしっかり考えて入れてあげると、より臨場感とかが伝わりやすくなると思います。なんかね、なまじやっぱ塗りが上手なんだよ。だからこそこの背景とキャラクターの、なんかこう、同じ空気の中にいない感が目立っちゃってるんだけど、こういうね、まあこれ今本当にさ全体にざっくり影つけたからさ、まあ例えばこういうさ部分、砂浜とかの部分抜いてあげないといけないんだけど、ちょっとそれやってるとすごい時間かかっちゃうから大雑把になっちゃってるんですけど、まあでもだいぶ夕暮れ感とかね出たと思うんだよね。であとはまあそれこそ砂浜とかにもね、ちょっと色強いなこれ、まだ光当たってる部分とかがあっていいと思うんだよね。なんか全体的にこう色がちょっとまだ弱くて、だから右側少しね暗くなりつつあるんだけど、そういうなんか太陽光を意識させる、西日を意識させるような、こうなんていうのかな、アクセントっていうのを入れてあげるとより良くなるんじゃないかなと。あとはそうだね、若干こっちのハイライト強くするとかね。その上でオーバーレイとかスクリーンとか、まあ好きなレイヤー効果使っていいんだけど、なんかね環境光を入れてあげるときはやっぱ定山とかオーバーレイとかスクリーンとかそこら辺のレイヤー効果をね使ってあげると、自然なその光の影響を受けた元々の色っていうのが出てくる。ほらこれどうですか、だいぶなんか立体感というか臨場感出たと思うんですよね。っていうぐらいこういう最後の仕上げの部分とかでねレイヤー効果使ってあげるとかなり強力な武器になるので、ぜひぜひ皆さん試してみてください。でも逆に言うとね、まあなんだろう、このイラストのね作者さんはベースができているので、あとそういう仕上げの部分の、まあ、知識というかね技術みたいなのを身につけてもらえたら、か
かなりイラストの完成度が変わってくると思うので、ぜひやってみてください。はい、というわけでね長くなりましたが本日の添削枠はここまでにしようと思います。で、ちょっとなんだっけ次から申し込みのあれをもなんかちょっと準備しておきますね次がね木曜なんで、うわあで、明日の添削はお休みさせてください。ちょっと有給申請させてください。お願いします。もう体が最近ボドボドなので、であとはそうだな、お知らせはそんなところかなと思うんですけど、なんか今のうちに質問とか、なんかこう添削受けようと思ってるんですけどどうしたらいいのかよくわかんないですっていう人とかねいればここで聞いてもらったらいいし、本当に体がいやでも今日頑張りましたね、3時間頑張りましたね今日は、素晴らしい。明日はゆっくりしてくださいね。明日はでも普通に朝から仕事して夜は夜でお絵かき配信はやるので、あ、今日はあれですね、この後ビリビリで、21時からなんか配信やります。多分絵描きます。どうですかね、ちょっと今日ワンポイントっていうにはなんか最初さ油断してたからさ、なんか4人ぐらいだと思ってたから、今日はまあのんびりやろうかなって思ってたんですけど、ちょっと足が出てしまいましたね、だいぶ。お疲れ様でした、今日はありがとうございました。いいえ、よいしょ。いやなんかね、なんだろう、配信してるときは元気なんだけど終わった後のね、終わった後っていうかなんかね、動けない瞬間があるんだよね。だちゃんとね休憩を して充電しないといけないなと思ってタスクはね山のように残ってるんで、そこはなんとかしつつなんですけど、はい。というわけでね、次回のまた添削配信の今ね多分今日今 なんだろう添削してない人っていうのがこれでワンポイント添削は全員やったと思うので、まあ申し込みとかまた考えてる人はね、ぜひぜひ申し込んでみてください。あ、生焼けさんも、いや、大丈夫ですよ。全然。まあ、アーカイブとかね、確認して、ぜひぜひ参考にしてください。結構ね、トップバッターの方の人とかだとね、時間が合わなかったっていう人もいると思うので。で、添削のアーカイブはね、常に公開しっぱなしになってるので、いつでもアーカイブ見直したりしてください。はい、じゃあ今日は終わりにしましょう。皆さんお疲れ様でした。また次回。YouTube はもう明日ですね。明日の夜、一応やるつもりです。なんだろう。やるつもりです。はい。普通に配信自体は。ちょっと今言葉が出てこなかった。やばいな、最近マジでなんか言葉出てこなくなりがち。脳みそがね、なんかちょっと脳みそがブドウ糖を欲してるかもしれない。うん、そう、今日ね、ガブ飲みのね、ブドウ糖ソーダを飲みながらやってたんですよ。美味しいよね、これ。なんかローソンだっけ？ファミマだったかな？で、売ってたんで、ちょっと興味のある人はね、ぜひ。割と美味しいよ。それでは皆さんお疲れ様でした。また次回の配信でお会いしましょう。おつのとです。バイバイ。